ちょっと前からできる。あ、開いてないですよ。ちょっとしばらく、今も。始まりました。はい。リスナーズギグ、ブートレブ、シャープ12、アニメリスナーズ皆さん最終回、昨日の夜でしたが、ご覧いただけてましたでしょうか。その、リスナーズ、終わって皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。っていうお疲れ様を会を、という感じで、全12話、コアスタッフと一緒に振り返っていこうという。今日これ 見に来てくれてる人たちは、昨日、一昨日、その前と、こう、リスナーズ地獄だったと思うんで。そうですね。なんか、一挙配信があったり、いろいろ大変だったかと思いますが、皆さん、監督は、監督来た。はい。配信直前で監督が落ちるという謎の。安藤さん、そこだからガラガラ立ち出てこなきゃダメだって言ったじゃん。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、という感じで、振り返っていく生配信トーク番組をお送りしていきたいと思っております。司会の宮と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。はい。で、メンバー紹介ですかね。一番右上、ジンさん、です。よろしくお願いいたします。お願いします。最後ですが。はい。そして、上段真ん中の、佐藤大さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。そして、昨日は、この間は、紹介をしなくてすみません。キャラクターリアの、トモトロハさんです。よろしくお願いいたします。左上ですね。はい。それ気づいてたんだね。あれ、ついて。あれ。もう後で気づいて真っ青になりましょう、僕。これでもドキドキして、いつ言おうと思ったんだけど、もう、ジミーが喋り出しちゃったから、これ無理。ごめんなさい。本当にすみません。全然。はい。はい。で、いいですかね。はい。で、左下、プロデューサーの橋本さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。皆さん、本当にありがとうございました。最後まで。ありがとうございました。で、今日はスペシャルゲストとして、まあ、前々回ぐらいですかね、一回来ていただきましたが、監督の安藤さんにも来ていただいております。右下です。よろしくお願いいたします。イエーイ監督。よし。いつもはだいたい1時間ぐらいでお届けしているリスナーズギグ、グードレブなんですが、今日はとりあえず時間無制限ということで疲れ果てるまでもうとりあえず喋りきるまで話しましょうという感じにお送りしていこうと思っていますが、12話最終話を踏まえてのトークになりますので、当然ネタバレ全開で、なんなら本編中でやってないことも多分喋る可能性がありますので、皆さん皆さんもうバンバンハードル上げていくな。本編をご覧いただいた上で、こちらに戻ってきていただければ、しばらくアーカイブで残ってると思いますので。13話の話もするぞっていう。あ、そうですね。13話の話も当然、なんであんな構成になったのかみたいな話も、前回やりますので、本編見てない方はここで一旦止めていただいて、本編を見ていただければというのと、あと、昨今の状況を踏まえまして、ズームのリモートでお送りしております。なので、音声が止まったり、画像が乱れたり、等々あるかと思いますが、そこら辺もご了承いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。というところで、本編に入っていきたいと思うんですが、まあ、12話の脚本を書いたのは第3なのですが、まあ、仁さんですかね、まず。仁さんから終わってみて。はい、これは12話の感じですか、終わってみて。とりあえずはもうとりあえずは、はい。12話回ってみて、いや、そうですね、やっぱり12話、本当は11話までがガーッとやっぱ作り上げていくっていう感覚で、そうなんですよね、それも本当12話の脚本うちに入るあたりから、やっぱり、なんでしょう、解放していく感じというか、今までなんていうの、集約させていこうっていう作り方だったのが、こっからどうやって、バサッとやっていこうみたいな、なんか言うのは最終話らしい、なんでしょう。制作のムードっていうのがすごいあった12話だったなって覚えがあって、やっぱりこう
なんでしょう、ニュアンスの話がすごい多かったですよね、12話は。うん、ニュアンス、うん、これはこうなってほしいとか、なんか好き嫌いの話とか、なんか、あの、2人がなんかここでなんかこうなってくれないと寂しいみたいな、それが結構あった話ですごい思い入れ深い第12話だったって感じなんですけど。うん、いやでもなんでしょう、まあ、皆さんいろいろ語ると思うんであれですけど、一個やっぱ思うのはやっぱエンディングですかね、あの 12話、うん、あの12話パートのエンディング、うん、まあ、今回12話が A パート、はい、B パートが13話というちょっと日付的に13話っていう仕掛けのある構成になってましたけど、そうですね、あの曲は本当に当初は要は書く予定のなかった曲というか、うーん、最初のランバーという楽曲が、本当はエンディングストーリー全部のエンディングになる予定だったってことだったんですけど、うん、10話のエンディングにかかってた曲ですね。そうですね、ちょうどが脚本書き終わったぐらいですかね、12話、うん、で俺も多分ちょっと手加えてぐらいの参加の仕方してて、で12話終わって、あ、これじゃダメだって、あの楽曲がこのスランバーっていう楽曲じゃダメだみたいな、鼻歌で終わってダメだってなってからが、やっぱりその12話のエンディング作った自分のなんでしょうね、なんかそうきっかけみたいな感じのがあって、これじゃダメだって言って作り直したの多分ある意味考え方としては12話なのかなと。リスナーズって曲、リスナーズって楽曲を作ったんですけど、いや昨日聞いたんですけど、うん、いやいい曲でしたね。いい曲非常に僕らには音楽が必要さっていうのが、うん、自分的になんか歌詞書いた記憶ないんですけど、そういうなんでしょう、客観的にすごい聞けて、うん、思い出というか感想としては自分は結構あそこに持ってかれた12話だったなっていう。あとやっぱりその、まあ、あそこ AC30 が、うん、頑張るあたりというか、うんうんうん、エコーとの関係が見える瞬間とか、まあ、ああいうところもやっぱり好きなところではあるんですけど、ちょっと皆さんにちょっと感想をお渡しして、うん、俺は主題歌のそういうふうに手応えます、手応えと何でしょう、なんかああ終わったんだなみたいな感じを。なるほど。で、まあ、12話、13話、まあ、最終話の脚本を担当したのは、第3なわけです、佐藤さんなわけですけど、佐藤さんご覧いかになっていかがでした、終わってみて。いや、終わってよかったなって思って。いや、トリッキーなことを、もうその放送的にもやらせてもらえたこと良かったですし、その、うん、まあ、最初に、半分冗談で、半分冗談っていうか、うん、ハローグッバイとトゥモローネバーノーズが、タイトル案として2つあって、うんうん、最初トゥモローネバーノーズだったんですよね。そうです。トゥモローネバーノーズ、最初のタイトルはトゥモローネバーノーズで進めていったんだけど、うん、ジンさんが、うん、ハローグッバイでやりたい。うん、ジン君は結構最初からハローグッバイにちょっとこだわってるとこあったんですよね。うん。うんうん、ハローグッバイは、そのミューとエコーの曲として、こう、歌詞も含めて、うん、どういうかな、ピタッとハマってるっていうのがあって、うん、で、ジンさんがサブタイトルとしてハローグッバイをやりたいって、2案あった状態が、うん、1回一瞬あって。そう。で、じゃあ両方。で、両方やっちゃえばいいんじゃないかっていう話。でその両方っていうのをとりあえず本で書いて持ってってみんなに見てもらった時に、うん、MBS の方とかその、うん、そういう人たちもいて、そういうのこう CM の入れ具合とかそういうのも含めてできるんですかね、うん、みたいな話したら、うん、あ、全然大丈夫ですよみたいな。亀井さんがまた軽いポッケみたいな。亀井さんがまあ、エウレカでもお世話になった方なんですけど、うん、MBS のプロデューサーですね。MBS のプロデューサーが、うん、大丈夫ですよって言ってくれて、じゃあやろうみたいな感じだったんで、そこがすごい、まあ、トリッキーなことができたことが、ちゃんと、ジン君のさっきの話なんですけど、意味があるトリッキーっていうか、なんか木をてらって最後やるっていうよりかは、うん、まあ、意味がある。意味でのトリッキーさっていうか、まあ、6話のね、最後にタイトル出すとかにも近い感じですけど、うん、
で、最後にオープニングが流れるって、オープニングも別バージョンが流れるみたいなのも、うん、どっちかっていうと、だから、その最初に思いついたアイデアを、監督だったり、あと、ジン君だったりが、すごくリッチなものにしてくれたなっていうのが、改めて、うん、パッケージングされたのオンエアで見てって思いましたし、なんか、うん、まあ、ビートルズの中でも、こう、なんて言うんでしょうね、あの2曲って結構対極というか、うん、めちゃめちゃ実験的な「トゥモロー・ネバー・ノーズ」と、めっちゃこう、オープンな。うん、だからビートルズって多分2つの要素があるなっていう感じというか、うん、まあ、リボルバー。曲書いてんのも、ん？曲書いてんのも、ポール、ん？うん、そうですね、ハロー・グッバーはポールで、そうそう、トゥモロー・ネバー・ノーズは、うん、ジョン・レノンですね。そうですね。で、これ、もともと、一番最初に振り返ってみると、ジン君の企画書に、ジョン・レノンの魂を召喚するロボットものだったっていうのも含めて、まあ、必然的な選択としての、トゥモロー・ネバー・ノーズがあったなと思って、ネット見てたら、なんでミスチルって言われてて。そう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 。まあ、そう。そうよね。昨今はね。そうよね。そうなっちゃいますね。トゥモロー・ネバー・ノーズって曲が、ミスター・チルドレンにもありますからね。めちゃめちゃ名曲だと思いますけど。うんうん、また和田アキ子のカバーがいいんですよ。そうそうそう。いや、いや、おおって思いながら、でもそういう人たちにも、こう、届けっていう意味で。うん、リアクションもだからそういう意味ではすごい面白かったですよ。トリッキーなっていう感じだったので。うん。うん、まあみんな早くない早くないって。B パート。不安になるよね。そう。まあ、もうここで終わりっていう感じです。結構焦りましたね。面白かったですけど。そうそうそう。でもあれ、本当はもっと本いっぱい書いてて、それをいい感じに、うん、しかもプレスコだったから、取ってはあって。うん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 、それをこう監督はいい感じにこうきつまんで、贅沢感があって、よかったですね。特に12話に関しては。うん、13話は逆にもうちょっと短く書いてたのに、いろんな意味で長くなってて、いや、それもなんかリッチな感じで、なんかおまけじゃなくなったなと思いました。脚本書いてるときは結構おまけっぽく書いてたんですけど、13話は。うんうん、なんかボーナストラックっていうより、いや、2つのビートルズの両面を描いて終わったんだなって感じが改めてしました。うん、ああ、そう、今、リンク上げてもらいましたけど、はいはい、この2つ聞くとね、同じバンドとは思えないんですよ。うん、それ、ぜひ聞き比べっていうか、なんかね、トゥモロー・ネバー・ノーズの、そうですね、ぐっちゃぐちゃ曲なので。こう、実はトゥモロー・ネバー・ノーズの発表年代は早いですからね。そうですね。この2曲だけ抜いちゃうと分かりにくくなっちゃいますけど。うんうん、はい。で、はい、安藤さんにもお話を伺おうかと思うんですが、うん、質問等あれば、今、ちらちらっと、なんだ、YouTube のコメントも拝見しつつやってるんですが、はい、うん、まあ、質問だったりとか分かんないとか、あそこの元ネタ何ですかとか。ライムとリッチーなんで生きてたんだってなってます。そうですね。まあ、それは気になった人多かったですね。それはもう絶対に問題になるよなと思いますけど。本編見てて、お前ら生きてたんかいと思いましたかね。僕も知ってるのに。思いました。死んだはずでは。とうとうあるかと思いますが、書き込んでいただければ拾いますんで。で、安藤監督、作り終えてみて、お疲れ様でした。お疲れ、本当、安藤さん。はい、お疲れ様でした。まあ、でも、最後まで付き合ってたから、こう、なんか、感想って感じじゃないですよね。テレビシリーズの監督をやるのは今回が初めてなの。いや。はい、そんなことないですか。アジンですとか、はい。ああ、そうや、アジンがありますよ。はい、そうですね。作画でテレビシリーズは初なんですか、そういう。そうですね、はい。いや、
エンドクレジットでライドとリッチがいたから察したって書いてあって、あ、すいませんね、それね、キムもいましたからね、そう、あそうかって今思ういや、なんか本当に最後の最後まで隠しといた方が面白いなとも思いつつ、あの八代拓さんが、はい、12を見てねってツイートしてくれてて彼のファンに、あれもしかして出るんじゃねえかっていうことはなんとなく匂わせたりとかしとかないとなんか申し訳ないんじゃないかみたいな気持ちになって、最後の最後にあれ、もしかしてみたいなツイートしましたけどあれ本当は7話終わったタイミングでは、あの八代さんも上村君も、もうこれで退場ですって言われて、うん、本当にこれで終わりなんですか、本当にこれで終わりなんですかって言いながら帰ってったんですよね。うんうん。まあ、隠してましたからね。隠してたから。それで12話の収録の時に、もう一個あるじゃないですかって言ってきたんです悪い大人が、悪い大人がいますけど。え、監督的には大丈夫ですか、まだうーんとって感じ。もう燃え尽きてます、監督。逆にお答えしますって感じです。ん、何か、もう質問があればお答えしますっていう。あ、なるほど。そういう感じ。なるほど。じゃあ、監督はトミーのどんなところが好きなんですか。ああ、はいはいはい。うん、これは、職業として、こう、映像制作とか、まあ、音楽も同じだと思うんですけど、その創作をしている立場の人にとっては、ちょっと、こう、なんでしょうかね、本当に自分自身の作りたいものを作っているのか、それとも、こう見てほしいものを作る、あ、なんか見てほしいものを作るっていうときに、どういうスタンスで作ったらいいのかっていうことを考えるときに、トミーの鏡の比喩っていうのは、とてもちょっと、思うところあるかなっていう。なるほど、なるほど、なるほど。なるほど、なるほど、なるほど。お客さんの望むところを映している鏡だっていうふうに思ったりする瞬間があるってことですね。はい。うん。そうですね。なんか鏡にしたトミーが、トミーって中ボス、ポジション的には中ボスで、途中まで大ボスっぽく見えててほしいけど、中ボスだっていう風になるキャラクターだったんですけど、彼が何をやろうとしてるのかっていうのは結構悩みましたよね、佐藤さんが9話を書いてる時だと思いますけど、なんか彼の動機をどういう風にセッティングすればいいんだろうみたいなのを結構悩んだところだったと思いますけど。いや、自分がないっていうところにたどり着いたんですよね、うん、その最終的には、うん、でそれがミューであり、まあ、ジミーに対して僕らが思ってることだったりっていう、それでも安藤さんの話聞いてそれはすごく僕も分かるなって。だから自分が書きたいものを書いてるのか、期待されてるであろうことをやってるのかって、うんでも期待されてるであろうことをやった時にそれはそれで嫌なのかっていうと嫌じゃなくて別に、うん、気持ちよかったりもして、うん、だからいつか来た道じゃねえかみたいな感じももちろん自分でもある瞬間があるんだけど、うん、まあ、ロボットもので多い密があるじゃんとかっていう、でもそれ逃げないでやった方がなんか別に全員が見てるわけじゃないし、うん、でも過去の作品、うん、そう、過去の作品に対してとか、でもそれをやらないことがなんか過去の作品に対しての裏切りにも見えたりとかして、うんうんうん、やらないことがね、逆に言うと、うんうんうん、それでなんかそのトミーっていう存在自体が演じてるじゃないですか、もともと、うん、はい、で舞台劇だし、もともとは、うん、でそのね、ミヤ君が来てるとこまでがそうだし、でそれでじゃあその本心を実はこうだったんですってその演劇に対して言うシーケンスとか、うん、エースに対してとかある時、うん、僕は本当はこうしたかったんだみたいなこと全然ないなと思って彼の中で、はい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 、
いや、みんなが期待してたでしょ、そういうのっていう、こう、うん、感じっていうか、なんかオーガナイザーですよね。だからその後、うん、ブライトンビーチで自分なりにやってみて大失敗して、ちょっと悲しいですけど、彼は別にそこに悪意はないので、うん、うん、だってみんなが望んでたことをやアンコール的にやってんですけど、みたいな。うんうん、なんか、まあ、あと、モッツ自体がね、バイクに鏡つけてるとか、あと、あの、ジミ・ヘンドリックス自体が鏡の部屋に住んでたみたいなエピソードがあったりとか、うんうん、まあ、いろんな意味で縁になってるって感じですけど、でもなんかすごい、腑に落ちたな、すごく。だからトミー、意外と嫌われてるじゃないですか、世の中に。どの世の中ですか、それは。あの、SNS 界隈の世の中で。それも含めて愛せるなと思って、やっぱ最後一言書いといてよかったと思って。なるほど、なるほど。12話で。12話。うん、最後、サリーのところに来るシーンですね、ちょっと。ちょっとだけ顔出しますけど。あ、すごくグッときました。監督ありがとうございましたって来てますね。あ、エース円錐のジャックはどこにあるのか気になります。ああね。まさかエース元帥がすぐに死んでしまうなんて、まだジャックの位置も知らないのにツイッターで言ってる人いて、すごいなんか愛を感じましたよね。エースのジャックの位置なんか設定してましたっけ、山本さん。言っちゃった。エースは今言えば知ってましたよってするっていう設定になってたのに。いやいや、正直に、うん、エースは考えてなかったですね、本当に。考えてなかった。なんならあの後ろのベスパーとかにあるんじゃないですか。なんかそうそう、僕の位置とかにガチャッとか。うん、今考えあれ、エクイプメントなんだ、あれ。そうそうそう、あれ、エクイプメント、もう、自分、みたいな。あの車椅子、憧れるよね、もう本当に。じいさんだったら、あれで俺も街を確保したいもんな。あのね、あの、デザインの妙だ、後ろ向きに進んでるのがデザインの妙だなと思って。なんか、すごい彼を示唆的だなと思って、ずっとこう、後ろ向きで進んでんだなと思って。ちょっと切なかったですね。うん、あのデザイン見たときはちょっと笑っちゃったんですけど、うんうん、後ろ向きじゃねえかっつって。でもフィルムで見たらなんか違う意味ですごいあのフォーチューさんの声も相まって、うん、なんか良かったですね、あれがね。あれベスパってバイクが後ろ向きなんですよ。うん、あのもともとの。もともとのなんかあのスクーターみたいなバイクがあるんですけど、さらば青春や光のジャケットとかに出てくるのかな、してんですよね、うん、でそれのそれが前後ろがあのリスナーズでは前後ろは逆に使われてるっちゅう話ですけどね、うん、あの山形のバイク捨てる下りとかもさらば青春の光だなってアキラっていうところにこれ絶対お友さん好きでしょって思いながらこうバーンってなるところこうあれです、うん、あれプラプトンみたいな人のジャックの位置も気になるって書かれてるんですけど、うん、まあジャック位置ってあなんかポモさんが最初に描いたイラストをもしああそうだ出せたらいいのかもしれない、名盤のあれですね、うん、そうですね、あとなんかあのエリック・クラプトン。まあ、うん、決まってるのはミュー。低いデザインがあるじゃないですか、こう、最初に決めてくれた。うんうん、ミューの多分、ジャック位置を書いてるスケッチがあるんじゃないですか。前川さん、出してもらっていいですか。あの、この、どうやった、うん、ジャック位置がちゃんと決まってるのって、うん、ニルと、デンカと、ウェンディ&リサも決まってるし、これですね。あ、ウェンディ&リサも。これは、あ、これですよね。ハインと。こめかみと、お尻と、脊髄と、心臓っていうね。トミーって書かれてますね。トミーが心臓のつもりだったんですね。この時は。うん。で、これ、後にウェンディ・アンドリーさんもここの位置になってますね。そうですね。あ、そうですね。心臓に。うん、ってますそうすると、殿下は、あれは心臓じゃなくて、チキンなんですね。
あれはハートですね。ハート。なるほど。なるほど。そう。あれはハートにやって。だまあ、大体、なんかね、片腕にあるとかあんま考えてなかったですね、そういえばね。片足にあるとか、大体やっぱこう、胴体周辺、背中なのか、お腹なのかとか、まあ、そういう感じですかね。割とニルは結構イレギュラーな感じ。うんうん。うん、大体こう胴体を中心に考えてはいましたね。うん。って感じ。細かく設定を詰めてるわけではないけど、なんとなくそのキャラクターにこう関連しそうなところに配置するといいのかなみたいな。そうですね。感じではありました、ね。そうそう。だ最初があのお尻だった。から全員お尻なのかなと思ってたら、やっぱでもニルはここにつけるのがいいよねってなって、うんうん、割とね、こうしたとちょっといろいろ考えなきゃ、うん、お尻の穴にこだわってたのはジンさんですよね、うん、そんなことはないですよ1話のほらこんなところに穴が本当に開いてるよっていうすげえこだわりポイント意味深ね意味深あれを言わせたかったのではと思ういやなんかあそこすごいサクサクかけたんですよねもうあそこら辺のシーン多分10分ぐらいで書いてるとこすんそうそうでそれを受けて13話では今度ケツこう出そうとするどれリフレインをねちゃんとリフレインをしていかないといけない、うんそれこそでもジャックの穴の位置なんかいろいろなんかみんなあれですよねそれこそニルはここにっていうのも由来があるじゃないですか、うん、メカはハートにってもすげえわかるんですよね、うん、なんかそのなんかそれぞれなんか由来のあるところに開くっていうのってなんか絶対そういうルールにしようっていう感じじゃなく決まっていったところありましたよね、うんうん、なんか皆さん脚本のところにも書いたりとか結構してたような気もするし、うん、いやこの作品すべからく そう決まってたわけじゃないけどなんとなくそうなってっていうのも集積だったりとかすると思いますようーんだからあれですだから6話あのあれだロズが一番最後にその、うん、あのはいはい島自体にこうつながってやるみたいな時行った時も、うん、あれも一応原始神母みたいなイメージがあるんで、うん、なんか一体だみたいな感じというか、うんあのペースメーカー的な感じだからまあなんか心臓よりちょい下くらいみたいな、うん、お腹からちょっと上ぐらいかしらみたいな、うん、服のデザインもちょうどそこにね刺さるようにしてあるんですよあの白いなんか象形文字みたいなの書いてあるんですあそうですよねそうちょうどそこにプラグがジャックがあるよっていうそうそうだからちょっとお腹みたいなイメージがあるうん、うん、由来からなんかみんな考えてるなって感じがしたんですけどだミュウのなんかお尻がなんか一番ベーシックに思うんですけどね、うん、一番新しいプレイヤーのはずなのにうん、いろいろなんか今までの資料とか漁ってみたんですけどやっぱり企画段階の頃からもうケツでしたね、うん、すごい本当に企画の絵とかありますよねそう結構最初はもっとなんかごついなんかアタッチメントみたいのが作ってるんだけど、うん、でも一応なんかお尻の位置は変わってなかったですね、うん、お来るななんかああこれかそうこれが一番最初のやつです、ね、ほぼ最初のジャックってどうやって刺さるのみたいな話で、うん、じゃあこんな感じですかねみたいな、うん、割とスケッチですよね多分、うん、でも実際はそのジャックの穴も今こう出張ってるアタッチメント的なものが体についてるっていうデザインですけど、はいはい、まあこれ実際なくなってもっとダイレクトにちゃんと丸った穴になっちゃいますねあのこれやっぱりなんかすごくメカメカしいっていうか、うん、ある意味その音楽ものじゃなくてもあるデザインっちゃデザインじゃないですか、うん、だけどやっぱこう音楽でジャックの穴っていうか接続の穴といえばやっぱあの六角形の穴以外にないっていう、うん、やっぱあれ、うんうん、まあ余計なものはちょっと取り払ってまあ我々というかまあ結構楽器やってる人とか見慣れてるあのジャック穴はやっぱりやりたいよねっていうことで多分あなったと思うんですけどね。そうですいやなんとなくこれもう一枚多分今日送っていただいた中にそのギターの洋服を着てる女の子のはいはいデザインがありました、はい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 、ギター擬人化少女ものにしようってなったっていうのそうです企画自体が一回前川さん出ますかね見えますかねあとね資料の中の立憲325って書いてある。ああ、はいはいはい。ああ、立憲の女の子だ。
可愛いですよね。可愛い。完全没稿ですけど。すごいな、これ。この子出したいよねってなってたんですよね。うん、そっか、あ、でもこれ多分、ミュウとしてミュウっていう名前じゃなかったですけど、主人公の女の子って、そうです、そうです。そうです、そうです。ですよね、確かね。一案ですね。あ、だ、そうそうそう、ミュウすげえ苦労したもんなんで、これで、なんかね、あの、違うよみたいな感じではなかったんだけど、なんかやんわりと、うん、これじゃないねみたいな感じ。いや、あの、ね、いや、これじゃないねじゃなくて、主役じゃない感があって、はい、あ、そっかそっかそっか。そう。なんか、なんだったら今2塁になってるようなポジションの、ああいう感じのキャラっぽいっすよねって話をした。そうそう、そうでした。そう。あの、なんか、エコーがもっと前に決まってて、エコーに並べたときにお姉さん感がすごい。確かに。したんだ。そう。やんわりじゃないですよ。めちゃ気に入ってはいた。そうそう。で、これは手に穴が開いてるのが、ギターのですね、ジャックの位置を。これ多分さっきのお尻のやつより前の。そうです、そうです。うん、あの、もともと、アンプと女の子をこうつなげるって話じゃなかったじゃないですか。あの、普通にもっとこうイクイプメントを、まあ、コックピットがある、まあ、スーみたいな、ああいうものを想定していて、っていうので最初企画が始まったわけなんですけれど。で、まあ、でもなんかこう、ちょっとロボットものと違う何か、よくこう定番としてのロボットものとちょっと違う何かをっていうのを探している中で、アンプと女の子つないだらババンってなるとかどうですかって話になったんですよね。で、その時に、あの、擬人化少女もの今来てますから擬人化少女ものでいきましょうみたいな、そういう。そうだね、それで書いてみたらこれじゃない。だいぶこれ振り回された。いや、だからそのジャッカーの腰に入れるっていうのはなんとなくそのギターのボディのお尻のところに、あそこもお尻って言うじゃないですか。あ、確かに確かに。あのジャックを突っ込んでるところって、なんかそういうイメージからあそこに来たのかなってなんとなく僕は後乗りで入ってたね。そういうことね、出たと思いましたけどね。出た、ナチュラルにあそこでしたね。あと、もうちょっと最初の企画書のやつがありますよね。あの、ボックスの表紙の絵、表紙になってたやつ。企画書扉っていう、それですかね。それがこういう余計曲折があってから固まってったのがこれに。そうです。はい、ミュウやされて。これも完全にミュウになってるやつ。そうです、そうです、そうです。そうですね。で、ただロボがね、もんより、あ、これロボいないバージョンか。そうですね。ロボは、あれですよね、ポモドロサさんが、とりあえず、あの、仮で僕書いてみますって言って、書いてくれたロボが。そう。手開けてない。全然出します？いいですけど。大丈夫ですよ。あの、これほら、まだお尻のところのジャックが。ちょっとごっつい感じなんですよね。本当だ、本当だ。うん。本当だ。接続のアジャストメントが。あります、ね。ああ、そうそう。あ、これか。そう。はい、ロボ変えたバージョン。はいはいはい。おお。いろいろ書いてもらいましたよね、そういう意味で言うとね、なんか。リバチェスタのじいさんたちみたいなのが最初もっとこう。初期面でいてくれたから、もうどんどん頼んじゃうっていう。あの最初、僕一番最初になんか、プロット前の企画書の文章で、石が鳴くっていう、はいはいはい、書いて、その、うん、風が吹くとそこの石が鳴いて、それがロックが鳴いてるんだみたいなのを書いたら、ね、うん、それの絵を描いてくれたんですよね。うん、それもありますね。ガールみたいなやつとかで。すごい。マイクさん出ます？ロック JP。あ、これ。そう。ああ、本当はなんか書いてある。あれですよね。あの、ビートルズのアデイン・ザ・ライフの歌詞の中にも出てきますけど、うん、あの、うん、岩にいっぱい穴がある、あの、観光名所。そうです、そうです。それで、
あのバカが丘に立ってるみたいな感じのみたいな。クーロンザヒル。うん。入ったわ。この女の子もミュウじゃないんですよね。そのまだミュウを模索している段階の。ミュウってまだね何段階かいましたよ。ミュウ。そういますいますいっぱいいました。ただこれで見てもらうと分かる通り、もう本当にエコーはもうフィックスなんです、ね。うん、そうそう。でもなんかまだこの頃結構シュッとしてますよね。シュッとはしてる。栄冠ですよねこのあたりなんか。うん最終話なとか。最終話よりの方の。なんかちょっと足長い。なんか劇場版のエコーですね。なんか足長いです、確かに。足長い。うん、足長い。こっから どんどん短くなってきた。胴が長くなったですね。あ、そうか。うんうん、それはやっぱりあれですかね、脚本にこう寄っていったみたいな感じなんですかね。そうなんだ。なんだろうな。でも、なんだろうな、でもやっぱり、ね、もっとすごい労働者というか、実際作業するときの服ってどうだったろうかなみたいなのとかを、多分考えながら、どん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 ダボダボになっていきながら、で、物とかポッケに入ると重くなるじゃないですか、なんかどん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 重力が下に行ってって、結構ボトムヘビーになってったみたいな、多分デザインの流れだったと思うんですよね。はいはい、あんまシュッとしないよね、そんなたくさん工具とか持ってる人がっていう。やっぱジャンク屋っていう設定、最初ほらジャンク屋で、しかも真空管、冷蔵庫に入ってる真空管使うって話だった。ああ、ありましたね。なんかあの古い冷蔵庫にすごくこうお宝な真空管というかコンデンサーが変わってるから、それ使おうとかって話もありましたよ。うん。あった。なんかその辺のこう、おばちゃんとのやりとりみたいなの、ちょっとこう、ビビアンに残ったようなところがありますね、なんかね。うん。ねえ、ありましたね。最初はあのレコード発掘してるっていう話もあったじゃないですか。うん、はいはいはい、そうそう。ほんでそのレコード発掘して、なんか お宝をこう、おーって騒いでるじいさんたちの中に、一人エコー君が住んでるっていう。そう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 、そうでしたね。マーカーさん、ジジーズっていう絵を、うん、レコードをディグルって、あの比喩で掘るっていうんですけど、はい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 、それで逆算してもそうなってるみたいな。懐かしい。懐かしいな。懐かしいわ。最終話であのこうやってみんなでオペラグラス奪い合ってた人たちとか、そうそうそう、この辺の雰囲気ですよ。一枚に肩乗ってるみたいな。そう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 。資産とかがこっから移植されましたよね。そうそうそう。あの親心感はこっから来てますよね。うん、あったあったあった。名前の出方もなんかめっちゃ輸入版のゲームみたいになるいいっす。確かに PC ゲームの輸入版のやつ。輸入版の。面白い。ええなぁ。言いたい放題、いい感じだった。OK、OK。はい。はい。でもなんかやっぱりこう、相当初期から、ビジュアルがこう、なんていうんですかね、こうストーリーをこうちょっと引っ張っていくみたいなところも、多々あったなっていうのはやっぱ思いますね。うん、こうやって見ていくと。そうですね。あ、でも本当皆さんのなんかお話を結構、スケッチしてたっていう感覚ではあるんですけど、はい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 、はい、多分このボーイミーツガールっていうやつが最初機構に近いんじゃないかしら。ボーイミーツガールかっこ2人っていうやつがあるんですけど、前川さん出ますかね。うん、あー、これはもう最初期の最初期だ。あ、これが一番最初の気が、もう本当に僕がジョインして間もなく。で、出てます。出ないかな、出ないかな。5年前ぐらい。うん。出るかな、出るかな、出るかな。出ないの、ボーイミーツガール、かっこ2人っていうやつかな。そうっす。探してんのかな。
いません。アイル文字化け、アイル文字化けか。絵の特徴を言ってください。絵の特徴はね、2人並んでる、エコーと黒い髪のミュウが並んでる。まあ、多少間違ったのは出てても、それで話します。あ、それはそれで別にいいんですけど。わ、うん、かりますかね。とりあえず何か出してほしいかな。うん。ああ、そう、これ。それ。それ多分最初、だから、エコーもなんか全然、肌の黒い男の子だし。うん、シュッとしてんな、でも。これ、うん、これだから、あれですよね、その、うん、マイケル・ジャクソンの。そうなんです、うん、そうそうそう。子供の頃、ジャクソン5でやってた時と、その後に。うん、ビリージーンの後にスーパースターになっていったマイケル・ジャクソンのこう両方でやろうみたいな感じだったんですよね、最初ね。まあ、そうそう。MJ なんですね、モチーフはこれ。うん、そうそう。ここからもうどんどん、じゃあ、こう重ねていって、そうですね、今の形に落ち着いてた。サインくださいって言わなそうって書いてある。確かに。確かにちょっと賢いこと言いそうだもんね、このエコーを。そう、小賢しい感じです。あ、いやいや。でもやっぱ年齢が2、3歳ぐらいは上な感じの印象ですね。うん。今より、ね。今から感じ、うんうん。そうですね。うん、16、7歳とか。うん。桃、うん、さん、洋服のバリエーションは勉強してるんですかっていう。洋服のバリエーション、なんだろう、でもファッションはすごい好きですね。もともと。もともとすごい好きで、なんか女の子のファッション誌とかすごい好きでよく見てますね。あの、ミュウが、まあ、この今の原型も若干そうですけど、あの、ポンチョみたいなのになったじゃないですか。はいはいはい、はい。ポンチョまではいかないですけど、はいはいはい、脇のとか止まっているポンチョみたいな。うんうん、はいはい。あれはなんか元があるんですか？なんか。いや。なんでポンチョになったんだっけな。でも、あ、ちょっと、あの、今のミュウになる直前のミュウを見てもらうと多分すごいわかると思うんですけど、うん。サイミュウっていうのがあって、エロいやつですね。さっきのギター擬人化違うよねっていう話になって、これどうですか、根にも慣れてる。で、そう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 。で、じゃあこれどうですかって書いたやつが、もう、ミュウ。ちょっとね、水着のやつ、水着着てるやつです。ビキニのやつです。うん、ビキニのやつ。わかりますかね、前から。青い感じの服の。うんうんうん、みんなエロいやつって言う。あ、これですね。あ、これこれ。過剰反応。あ、そう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 。あ、これ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 。うん、これがミュウ誕生前夜みたいな感じ。はい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 。髪の毛の感じは、あ、そうですね。あと、ここでもほら、ポンチョみたいというか、ちょっと前開きなんですけど、うん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 。あの、マントみたい、ガウンみたいな。そう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 。うん、で、これを、多分ね、あの、これいいねみたいな、割と評判良かったんで、うん、こっち方向を掘ってった方がいいよねって話だったんですね。こっち掘ってった方がいいっていうことで、じゃあちょっと前開いてるから、前つなげたら、これポンチョだよねみたいな感じになってったと思うんですね。なるほど、なるほど。うん、そうそうそう、なんかやっぱりそこまでちょっとこうね、うんうん、こっちな感じにしない方がいいよねっていう会話があったような気がします。だったかな。そうですね。そう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 、だからニーハイじゃなくて、あの、ショートパンツになってっていう、うん、今のミュートはあれですよね、隠れてる部分が反対ですよね。多分そういう、本当だ、うん、本当だ、そう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 。おへそが。これ確かにエコ君目のやり場ないよね、確かに。ないですね。うろたえまくるね。これがだって、落ちてたら結構やばいですよね。エコ君だとちょっとね、刺激が強すぎますよね。うん、エコ君じゃなくても事件っぽいですけどね、これをゴミ捨て場に落ちてたら。違うの違うの、僕じゃないのみたいになりますよね。あいつが拾ってったぞっつって警察が来ちゃうって話になる。Tさんがなんか血迷って買ったラブドールなんか捨てそれもう言わないでおこうと思ったのに今。ホトカ産業のオールシリコン。これ、それ
くねえよ。それはそれで一応面白かったかもしれないですけどね。すげえ、言いたい放題だ。ありがとうございます。はい、え、この後のやつってありましたっけ？もう一個。いや、もう、ミュは、ミュ初行になるじゃないですか。ミュになりました。そうですね。ミュはもう、でも、あの形が出てきてからは、もうほぼ、うん、ですね。ほぼあれだった気がしますね。うん、で、さっきのあのアンプの前に立ってる2人の絵になって、うん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 、これじゃんってなったっていう感じでしたね。でしたね。はい。みたいな感じですかね。うん、まあ、ミュウに関連して言うと、先ほど、ずいぶん前ですけど、流れてっちゃったんですけど、ミュウや耳なしの耳が、羊みたいな巻き耳なのはメタファーか何かですかっていう質問が、先ほど来ていて。なんか、あれ、イラストにあれなかったですけど、最初の、覚醒ミュウっていうやつの、初期のやつが。あ、そうですね。なんかね、あったあったあった。うん、闇落ちミュウかな？闇落ちミュウでした。あれがなかなか迫力なんですよ。うん、そう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 。青い服を着ているけど。はい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 、やった。覚えてないのか。書きすぎって覚えてない。これはだってもうだいぶもう脚本ももう最終話で見えててっていう。そうですそうです。こうですか。もうだいぶそういう意味で言うと後ですよ、ね。いやでもほら。あ、ごめん、まだ絵が出てないところで申し訳ないんですけど、あ、これ来ました、来ました。チョーカーがね、まだピックなんですよ、これ。うん。進化は本当だ。だから、まだシナリオそんな進んでない。いやいや、あれです、耳がこうなってる、闇落ちミュウ。ああ、いや、はいはい、あれはね、これがだから最初にあって、耳になるのは、多分ね、監督とかがもっと分かるようにっていう話をね、うん、してた。うん、だから最終的に闇落ちするぞっていうことは漠然と決まってるんですよ。だから、うん、闇落ちしそうみたいな話。そう、ラスボスはミュウっていう感じだった、うんうん、そうなんか結局だからなんかジミっていう伝説のプレイヤーの意思を継ぐのはどっちだみたいな話があって、うん、エコーなのかミュウなのか、うん、だからそのどっちかで決着をつけなきゃいけないみたいな、なんかヨタ話というかなんか話が出て、うん、じゃあちょっとメモってみましょうか。で、多分これだったと思うんですよね。なんか決着つけなきゃいけないんじゃないかみたいな話が出て、ジミのなんか名を名乗るにはみたいな。ってことは、その覚醒以降って書いてあるのは、じゃあこれの対になってる、ね、そうじゃあ。ああ、そうそうそう。ありました、ありました、ありました。覚醒以降。覚醒もう一個出ますかね。うん。ますかね。ちょっとリーゼントになってる、イコー君の。イケメンのイコーです、ね。うん。出るかな、出るかな。だから、この頃なんて、もう、あれですもんね。ああ、そうだね。まあ、ジミの意思っていうのが、まあ、乗ってる感じですよね。そう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 。イコーが。そうそうだ。やりましたね。だから、この、覚醒したイコー君と、そのミュウちゃんで、ジミ、二代目ジミを襲名するみたいな話のメモが多分これだったと思うんですよね。でした、でした。はい。ですよね。だからこの頃、まだ妹だったもんな。あ、そうかもしれないです。うん、ミュウが、ジミュウがジミの妹でですね。うん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 、それは10話の時にも話しましたけど、やっぱジン君がジミは普通の人だったんだっていう感じですよって、うん、いうアイデアが出てくるまで多分ミュウは本当に妹だったような気がするんですけど、うんうん、だからみんなを騙すつもりじゃなく、僕らが書いてる段階でずっと妹だと思って書いてるんですよね。そうです、うんうん、敵を騙すにはまず自分から奉仕ですよ。でしたでした。でもなんか逆に言うと落ちない感じが してたんですよね。だからどうしよう。妹だと。うん。うん、まあ最初のセットアップの通りになってしまいますからね。うん。うん、何の驚きもない。ジミが出てきてジミと戦うっていう話になっちゃうんで。うん、うん。なんか。ジミってそういう人じゃないんですよっていう感じに、そう、ジン
さんたちがなった時に、あ、なんかこう、あ、それだってそういうのかもしれないっていう感じになってったんですよね。どんな人なんだろう議論みたいなのも確かに、ね、やったんですよ、みんなで。うん、そうそう。スミってどんな、あ、やった、確かに。売るみたいな、なんかそれぞれがそれぞれのこと言うみたいな、感じのことを言ってて、うん、でそれこそ、意外と普通な人なんじゃないか説みたいな、うん。言った気がしますね。なんか有名人ほど意外と普通みたいな。うん、コウモリとか食べないみたいな。コウモリ食べてるって言ってるけど食べたことないんだよみたいな、ビジネスで食べてるからねみたいな、目があるっていう。そう、それで逆に言うと僕らが僕らっていうかその影響を受けた人たちが勝手に伝説を作ってってるんだっていうのがさっきの、まあ、より明確にそうなったんですよね。そうそうそう、で、うん、っていうものを描くってそういうことかもみたいな感じに、うん、スターの巨像を、そう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 をモチーフ、ま、スターっていう巨像をモチーフにするっていう方向に振っていくってことですね、うんうん、それはなんとなく最初からこうジミー・ヘンドリックスってみんないろんなこと言うよねみたいなのはモチーフとしてありつつも、ここでそれがピッとこう焦点があったみたいな、そういう感じでしたよね。うん、うんうん、で、あの玉ねぎの皮を剥くっていう話がそこにつながってくるんで。13話のジミは誰と話してたんですか？あのね、あれです。12話のジミね。12話のラストのジミは、13話に出てくる、ボーイミーツバーガールのカップルのことを。うん。うんうんうん、はい、最後の。あの最後の女の子に。うん、真空管を渡してたっていう。そうです。で、そのことをこちょこちょって、って言う、あの、本当はね、つって、ジミはいたよっていう話をするっていう。うん。あのオチは天才のオチでしたね。うん。あの、まあ、なんとなく、それと関連する話なんですけど、ね、ジミは死んだのかどうか、っていうのが、うん、確かに、あの作中、あの12話に出てくるジミは、本当のジミなのか、その幻想のジミなのか、でも女の子が見てるってことは本物なわけですけど、あのそこに実在してるっていうことになってると思うんですけど、そこら辺ってこうふわっと、どっちとも取れるように書いてると思うんですけど、第三、佐藤さん的にはどういう想定で書いてた？あれ、書いたときは幻想なんですよ。俯瞰で書いてた。でも俯瞰で書いてて、なおかつカメラに話しかけるように書いてるんですよ、うん、まあ、うん、物語の語り部というかなので、うんうん、カメラの向こう側の人に話しかけてる、まあモニターテレビの前にいる、うん、僕らに向かってみんなに話しかけてるみたいな。でもそれ自体がトリッキーすぎるので、これは誰かに話してるってなった時に、うん、誰か話し合ってる時にみんな誰が言ったんですかね。そのもともと13話にあの2人が出てくるのは決まってて、その、ミュウとエコーの逆になってて、人間とミミナティが逆になってるペアが最後に、うんうん、おっさんに騙されるっていう話をやろうバイトリーダーにバイトリーダーに嘘つかれる、主にされるっていう話は別であって、うんうん、でそれがなんかつながりますよねみたいな話、うん、そうですそうです、うんうん、そこで渡してるのは最初はあのそもそもそのあの メタ的に全部の話数の頭とお尻にあのどっかのレコード屋さんでレコード探してる女の子、男の子と女の子がポッと唐突に入ってきて、これは作中の舞台なのかそうじゃないのかみたいなことでちょっとメタ的に話を語っていこうみたいなアイディアが、うんうん、本当に一番最初の頃にあったじゃないですか、うん。それはもうなくなっちゃったんだけれども、あの時に、ここで、あの、ジミがカメラに向かって語りかけるっていうのが、まあ、割とそのネタだったわけですよね。うんうんうん、で、その時に、こう、パッと拾った、あの、真空管をこう、渡す、それを受け取る子がいるっていうので、こう、パッと繋がるよねっていう。うんうんうん、それがメタ的なネタじゃなくなるけれども。
そうですね、うん、であの時にジミーがモノローグ的に言ってる、1つ目のサイクルが終わって2つ目のサイクルが始まるんだみたいな話って、あのジミー本人が言ってるやつなんですよ。ああのインタビューで亡くなる前のインタビューで、ちょうど多分だからジミー・ヘンドリックス、そうジミー・ヘンドリックスのエクスペリメントのバンドが終わって、次のバンドをやるっつってワイテ島に行くぞっていう時に言ってるインタビューでそういうこと言ってて、うんうん、あこれがまさにこのストーリーの根幹っぽく言えるなと、その一つ、うん、なるほど、うん、で音楽ってサイクル30って30年ごとに繰り返すみたいな感じのことをよく言われていて、だそれ自体をなんか予見するようなことをもう70年代にこの人言ってんだなみたいなのもあって、うんうん、まあ渡すっていう行為になっていくっていう感じだったですね。うーん、だからメタ視点で語ってるものが作中の人物に、うん、プレゼント渡してるっていう風に見えてほしい。カメラに向かってジミーがそのセリフを語りかけているところまではメタネタなんですよね、うん、でも最後にあの女の子が出てきてってなった時にピュッてそれがまたこう実像につながっていくっていう、そこも非常にトリッキーではありますけど、受け継いでるやつがストーリー上にもいてっていう感じですね。なんかあのあ本編が昔話みたいになってる演出って書いてある、あその通り、ああもうそうそうそんな感じですよね。うん、そこに我らがバイトリーダーがね。そうそう。で、しかもそれを、こう、男の子が、僕見たんすよって言ってるっていうね、こう、あの、うん、ギャラガー立ちの子供を、エコーを見たんですよ、目があったんですよって、あれね、よくコンサートに行った後に僕らがよく話すことで、そういう話をみんなでしてて、あの、俺プリンスと目あったんで横浜アリーナでみたいな。あの会ってねえしって多分っていう。あの時のモリシーは俺を見てたっていう。あ、そうそう。やばい狙われていた俺っていう。でもなんかね、その時行った時ジン君がなんか言ってて、ジン君がなんか照明当たってっか見えねえっすみたいな感じで。あ、いた。ステージ上にそう全然見えないみたいな。なんでそういうこと言うんだよみたいな。そうそう。だからもう俺は目があったんだよみたいな。たまに見えるんですよ。でも確かに本当にたまに、うん、なんかこう曲を弾いて演奏してるとこう集中するじゃないですか。すごい、うんうん、集中してこうやってやって歌ったりとかしてとかもそうなんですけど、やってる時なんかたまに。なぜかその人の顔だけ見えるっていうのは、あんまり意識的じゃない瞬間に、うん、なんかあの顔が見える。うん、だからなんか割と、なんでしょうね、でもやっぱり、ま、照明が厳しい時とか、あの、なんでしょう、マジ誰の顔も見えない時みたいな。そう、なんかそういう。そういうこと聞いて、あこういうこと言わせてって なったんですよね。なんか話が全然ずれちゃった。あの巻き耳みたいなのは何のメタファーなんですかっていうところで、まあ、さっきミュウの巻き耳、あ、はいはいはい、巻き耳のデザインにたどり着く前にそっち行っちゃった。話がずるずるっとずれてきました。でもなんか前説明しましたね、前回か、前々回か。寺尾さんの耳なしデザインのが元になってるんですよね。寺尾さんが耳なしをやることになった時に耳なしの設定をすごい考えてくれて、うん、それが、中耳、まあ耳の中の中耳のデザイン、うん。あ、このデザインが出てきましたね。はい。うん。の、中耳のデザインを見たら、それがなんかちょっと羊とかヤギとかね、ああいうものっぽいデザインになって、うんね、改めて僕本編見たらもう本当ローリングストーンじゃねえかみたいな、こう敵がね、うん、悪魔みたいに見えてくる、はい、なんかヤギってそういえばってあメタルヤギの頭のスープ、そう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 ローリングストーンズじゃん、ローリングストーンズじゃんって思ったりもしたんですけど本編見てる、うん、そうなんです。なので、ミュウが乗ってた、後で乗った、耳なしエクイプメントの、うん、角のデザインは、うん、もう意図的に、ブドゥーのイメージを利用した形なんです。う
ああ、うん、やっぱそうなんですね。そうですね、うんうん。このミューはもう、あれですよ、本読みやってる間に、トムさんがハッて、ひらめいたってなって、昨日書いたのが違いますみたいな感じでしたよ。バーッとその場で書いたんですよ、これ。あ僕はトミーみたいにもうみんなのあれを映し出すから。みんなの欲望を。まあでもそうそうですね。あのインスパイアードバイやっぱ寺尾ミミナシから来てはいる、うんうん。主人公ロボットのデザインはなんでああなったんでしょうか。これはここにいるメンバーだと答えられないのかな。そう寺尾さんなんですけどね。まあ、基本的にはそのアンプをそれぞれ抱えてるアンプをであのデザインベースにして、寺尾さん的にはあれは本当にそのボックスのアンプをバラして再構成するとああいう形になるようにっていう多分意図でデザインをされていたかと、パーツ一個一個が全部本当にボックス AC30 に使われているものを由来しているものっていう感じですよね、うん、オーダーはもうアンプと女の子つないだらどうなってロボットになるんですよ、よろしくお願いしますみたいな感じでしたけど、うん、なのでよくあのロボットものでその、うん、例えばね、ちゃんと物理的に動くのかどうかみたいな検証を多分すると思うんですけど、案外そういうところは寺尾さんにお任せで、うん、あの結構ファンタジックなロボットになるっていうのは比較的最初から、うんうん、こう路線としては決まってたのかなという気は。そうそう、あの結構だから監督入ってすぐぐらいの時にこのロボットのアンプは変形ですかとかっていうのすごい、うん、ありましたよ、うん、ホテルです、ホテルです、そうそう、それでこれ召喚なんですって話をずっとしてて、うん、それでなんとなく方向性、ロボの方向性が見えてきて、うん、だからそれでさっきの橋本さんの話なんですけど、乗る方向より横に立つみたいなのを、うん、あのすごい、その時にジン君があのあれですよ、あの巨人の横に立つみたいな感じ、あ、そう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 です、そうです、そうです、やりたい、で、あジャイアントロボねって、うん、おじさんたちは思ってイケるイケるみたいになって、それしかないわみたいな、そう、それそれだってなって、でも俺それで今なんか話しながら思いましたけど、あの召喚するときに本当はねコードが多弾頭ミサイルみたいに飛んでケツの穴にズバザーンとガシャンって刺さって変形するみたいなのなんですよみたいなことを俺がすげえ言っててうんうん、でもいろんな事情でそれは無理なのを最終回でやってくれたんですよね。それ最後のネタにやつを取っといたみたいなところありましたよね。そうそうそう、なんかちょっとコメント書いてる人がいましたね。あの納豆ミサイルって書いてある、うんうんうん、そうそう、それ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 。でもあれイタリアサーカスでわーってバーってほしい行くっていう、であれ刺さってゴミくずたちの捨ててあるイクイプメントのいろんなとこにアンプに刺さって、それが共鳴して、あの思いを伝えるっていう、こう、あの、助けてくれる。その時に脚本にはすげえ書いてあるんですよ。ゴミが伝えるみたいな、こう。エモエモのエモみたいな、なんかもう。いや、あそこ、よかったですよ、本当、そうそう、なんか。あそこはグッとくるところでした、なんか。うん、あのやってもらえて嬉しかったですね。いや、なんかあのこう結局ステージに上がることなかったバイトリーダーたちの声がこれ届いてるんだっていう、もうね、あそこ感涙ですね。あの泣くとこ、いろんな意図がありすぎて、普通に見たらなんかゴミを紐で引っ張り上げてぶつけてるみたいに見える。いやでもやっぱりなんかあそこの佐藤さんのやつ、俺もすごい勝手にめちゃくちゃ感情移入しちゃって、あの12話の時1話めっちゃ読み直したんです俺、うん、はい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 、はい、あの佐藤さんがあの本読みで1話に戻んなくちゃいけないっていうことをなんか言ってて、それが大事っていう話をされた後に、あのその次の打ち合わせまでの間で、あの1話をすごい見たんですよね、うん、なんかその旅してきた感みたいな、うん、俺一回でも佐藤さんがあのちょっとなんか部分的に受け取って、うん、ちょっと書いたみたいなあったんですけど、なんかその時になんか
そのエコー君がこいつらはずっと旅をしてきたって、あのゴミに向かって言うし、最初にね、うん、最初に、いろんな時に旅してここに帰ってきたんだなって思うと、なんかすごい愛おしく思えるみたいな感じ。うんうん。ゴミに一話のモノローグね。ずーんとこう目頭が熱くなるみたいな。いや。いろんなところを旅してこのゴミがここに帰ってきたんだ。このゴミってどんな意味があるんだろうっていうような文脈のそのエコーのセリフだったなって思った。自分が書いてる時はすごいそれで。なんか旅をして戻ってきたゴミにどんな意味があるかっていうのをなんかエコーに照らし合わせると、めちゃくちゃもうなんか戦う、なんか彼の様がすごいなんか浮かんで。ね、意味あるなってすげえ思ったんですよね、うん、すごいな佐藤大先生と思ってすごいぞと思ってもあの言葉が出ねえみたいな感じになってたのがありましたね。12話まさにもうこの頃はもう本当に自然にシナリオのこうやり取りが、うん、受け渡し受け渡し受け渡しまた戻ってくるみたいなのがもうこう自然に行われてましたからね。いや、うん、やっぱりあこれ締めるとはこういうことみたいな感じだった。いやなんか能力というか、見たときにすごいなんか、すごいしっくりきたってのがありましたね。うんうん、だって12話まで主人公戦わない話じゃん。12話まで一切こいつが何なのかはまだ分からんみたいな。いや、でもね、あれは10話を書いてくれたから できたんだと思う、ね。そうですね。10話、一応書きましたけど。そう。あれ、あとやっぱ1話があって6話があって10話があるから多分ね主役になれてるんですよ。はいはい。あの経験が6と10の経験がないと、うん、だって正直言ってね8、9なんかひどいよ。全部間に合わなくてゴミ箱に捨てられて終わってんだから。だからなんか、だからゴミの話というか、第1話、なんかスクラップから始めましょうみたいな話になったら、うん、我々も相当脚本旅をした感じがやっぱりあって、自分的には。いろんな景色をちょっと見なくちゃいけないというか、なんかステージからせり上がってくる、羽生えた人とかはやれなかったんですけど、なんか作品にもできなかったやっぱり景色あるじゃないですか。もしかしたらその書いてないけど途中立ち寄ったかもしれない、幼少人とかいたかもしれないし、街の中でも何でしょう、省略されてたけど実はちょっとプチドラマがあったりあるかもしれないって、そういうのがなんか全部何でしょう、そのゴミみたいなものが一番最初に旅をするんだ、ゴミがみたいな、どっから届くんだろうゴミはとか、この先どこに流れていくんだろう線路はとか、そういうのなんかちゃんとやったんだなっていう感じがすごいあっていやね、やっぱそういうこと多かったよね。なんか後になってちゃんとやってたんじゃんっていう、佐藤さんの釈迦の手のひらの上だったんだな。出た結果でやっぱ俺は踊らされてただけだったんじゃないかっていう。あのね、鏡だから僕らが、逆に言うとあのジン君見ながら書いてるから俺。そうそうそうそ う, そうですよね。わ、うん、かる、それもわかる。あのジン君の北海道のエピソードとか、ジン君のいろんな大人たちといろんなことがあったエピソードとかを聞きながら、はいはい、おおなるほどってこう思っ大人に会いましたジンもみたいな。琉球からカゲロウプロジェクトを始めみたいな。琉球になりましたみたいな話をこう。そうそうそう。いただけます。いろんなバイトリーダーたちに。あ、そうそう、いろんなバイトに話を聞いてもらって、うん、やっぱりなんか振り返って考えると、あのエコーがプレイヤーになるのかならないのかっていうのは結構大きくて、うん、ずっとならない体で多分進めてて、このままならないのかなって感じで僕は途中まで見てたんですよ、うん、そのパターンもありましたよね、ミューのミューの変容を描いていく。要するに、なんだ、主人公は実はミューだったっていう話になる可能性もないわけじゃないよねと思って僕は見ていて、うん、それは多分、ジンさんが、その、プレイヤーになる人間って、特別なんですよっていう感じが、ジンさんの中にあるからなのかなと僕は思いながら、見てましたけど。ある意味なんか、それでそのめちゃくちゃそのジミの時のあたりもその話したと思うんですけど。ですね。うん、あれは天才だったのか、要は、
要はクロスロードもあるじゃないですか、その悪魔に魂を売らないとプレイヤーになれないのかみたいな、なんかそのまことしやかな、その何でしょう、アーティスト像みたいなのってめっちゃあると思うんですよね、うん、本当に天才現るみたいな、うん、で、うん、なんかやっぱり、まあ、この商売をというか俺も音楽を作ってっていうのでやっぱり活動してるとすげえ思うんですけど、めちゃくちゃなんか今の時代そうだなとか、まあ昔からそうだなと思うんですけど、めっちゃ天才ってみんな作るよねって思うんですよね。天才が形容した、作られるってこと、ね、そうです、そうです、メディアであったりとか、うん、あの天才って言いたくなるみたいな、うん、バカとか言いたくなるっていう、だからそういうものを我々も見てるんで本当にいるもんだと思ってたんですけど、うん、まだかつて天才に会ったことがなくて、うん、本当に天、俺が思ってた天才ってもっと何でしょう、五行指してるみたいな、うん、なんかパチーンって盤上になんか将棋の駒ペンってやったら相手が前に出るなんか俺そういうのがバーって光ってね天才に会ったことがないなと思って、でそれでやっぱりそのエコーとかのなんか旅のことを考えたりとか、ジミーのことを考えても、さっきも言ってくださいましたけど、なんかジミーは普通の人だったんじゃないかなっていう、あのみんな天才って言われちゃって大変そうだなみたいな、うん、なんか興味もやっぱいますよ。やっぱりそのどの業界にもやっぱ天才って言われる人も。うん、でも天才っていうか、本当に正しく、なんでしょう、みんなに届いてるものを生み出してる人っていうふうには思うけど、天才って呪いだなって思う。で、だからエコー君が、俺逆にこの人絶対プレイヤーになるだろうなって、そっちを確信を持ったあたりがやっぱあって。なんかやっぱりね、一回もなりたいって言わないんですよ。はいはい。だからなんかプレイヤーにじゃなるのって、サインが欲しいだけでね、そう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 、才能とかってあんまり多分ないというか、まあ、自分もなんか、うん、なんでしょう、まあ、まあ仮に何も音楽作れているっていうのはあるんですけど、なんか音楽家になりたいっていうよりかは、やっぱその前にやっぱ何か、例えば僕はあの小学校の頃とかあんまりなんか言葉喋るのあんまり得意じゃなくて、あの、うん、バカにされたりとかみたいなのあったんですけど、うん、そういうことで、なんでしょう、ちゃんと正しくみんなが自分の話聞いてくれないみたいなことがあるからこそ、やっぱり音楽だったら伝わるとか伝えられるとか、うん、やむなくやるみたいなところがやっぱあって、うん、なんかこの自分のこのモヤモヤをみたいな、まあ、まあモテたいとかってもきっとあると思うんですけど、以前に何でしょう、エコー君はなんか、いやな、え、あ、なんかプレイヤーになりたいって言わなかった。なんか、そもそも超自然的に、あの、それをわざわざ特別視してないんだなっていう。プレイヤーを飛ぶのに、はいはいはい、プレイヤーになるってこと自体に、何でしょう。あの、ある意味その特別しがない。だ、僕はなれないよって逆に言うんですけど、うん、頃からは。で、途中本当に何も言わなくなったな、こいつみたいな。うん、やって、あの、でも伝えたいってフラストレーションも高まっていく様がストーリーに描かれていって、まあ、だから、なんか超自然的にこれは なる必然性があるな。あったんですよね、本当にね、旅を続けてるうちにね。あ、なんかしっくりきたっていうか、そう、なる条件が揃っていった気がします。うん、だからなる瞬間までまさか自分がプレイヤーになるって多分あいつ思ってないんだろうなっていう、10話まで10話までダメなあくまでエコー君はミュウちゃんに伝えたいというか、うん、このモヤモヤをどうしたらいいんだろうみたいな、うん、いやだからうまいっていうか9話本当にあのすごいなと思ったのが言えなかったっていう、うん、僕が何でしょう、何でしょう、音楽を自分で作るっていう風になった時に、あの口で言えることだったら多分音楽にしないんですよ、うん、する必要ないから、うん、なんか今日の話の核心に来たねそれ、うん、喋ったりとかするので、あのみんなが最高って言ってくれるんだったら多分俺は人生困ってないし、あの、うん、文章も書いてなかったろうな、うん、なんか俺がポロって言っても誰も聞かないし信じてくれないし、なんだろう、なんでこの人こんな話してるのキモって言われちゃうから、うん、それをなんかうまく、うん、そうだね私もそう思うかもとか、いや逆に違う、それは違うと思うって言ってもらうことも含め、うん、やるため あのファクターとして、まあ、音楽表現がある、うん、だからこういうふうになった時に9話のラストで、あの僕はって言おうとしたことが全く聞いてもらえなかったっていう、うん、あの彼にとって多分最後の何でしょう、彼のその時の持ってた表現方法はついえちゃったんだと思う、うん、いやその先でもう分かりやすくはもう諦めるしかないんですけど、諦められなかった、うん、じゃあ新しい表現の方法が必要だよねっていうのが、まあ、超自然的に起きたのが10話だったのかな、うん、だから俺なんとなく9話を待たずして、まあ、10話で多分コウ君は多分そういうふうになるんだろうなっていうふうに、やっぱそのストーリーを
なんか、まあ、書きながらも読んじゃってたところがあって、だったんですけど、9話の伝わらなかったがないと、あの本来はやっぱ成し得なかったこと、そこを俺すっぽ抜けてて、なんかそれこそなんでしょう、体感として感じてたエコ君の成長に対する自分の感覚っていうものだけで、エコ君プレイヤーになるんだろうなみたいなこと思ってて、まあ、さっとガシーンってちゃんとこう、一回ゴミ箱にポイってやってくれたんで、うん、根拠みたいなものがね、そうですね、根拠が生まれた。伝えなきゃいけないっていう何かみたいなのがね。だからみんな、多分この世界のプレイヤーの人たちは、何か何かやっぱり伝えたい、そして自分が思ってる、まあ、言葉とか、あの身振り手振りじゃ伝わられないっていう何かしらのやっぱりある程度の壁みたいなものにぶつかって、なんかその先にやっぱりなんでしょう、まあケツに穴が開くっていうとかがあったのかなっていうのはまあ思ったりするんですよね。うん、割とだからひねくれた人がプレイヤーに多いとか、この世界、なんかはい、現実世界じゃなくてもこの作品に多いっていうのはやっぱりそういうことなのかなとは思うんですけど、多分この人たち普通に話してても多分まともに周りの人話聞いてくれないだろうなみたいな人めちゃくちゃ多い、ね、殿下を筆頭にね殿下何を言ってるか分かんないですけどね、殿下なんかでもやっぱりこうなんかわーってこう耳なしが殿下殿下ってこう寄ってくシーンがあったじゃないですか、引きつけられていく殿下にっていう、だからなんかあれは本当に何でしょう、ある意味そのロックのジャンル見て、本当にこう現実世界でロックのジャンル見てるときに、うん、めちゃくちゃもうこの人、まあ、音楽性も含めてマジで分からなさすぎるみたいな人いるんですよ、やっぱり。うんうん、もう芸術的なのか、もうその人の世界みたいな人がいて、うん、でもその人とファンの人たちって、めちゃくちゃつながってるんですよね。うん、なんか分かり合ってる、うん。それが本当につながり合ってるのかどうかは誰も証明できないけれども、うん、ファンの人はその人に求めていく、その人たちも、それを分かってちゃんとあのコミューンが出来上がっていくみたいな。だから、うん、ゴアとか見てた時も、多分あの耳なしには多分殿下の考えてることが、うん、すごい必要なもので、あの正しく伝わってんだろうなみたいなのが、だからなんか、まあ、そのなんでしょうことを考えながら、まあ、もう一回第1話からね見直したいですね。うん。ブルーレイボックスも発売すると。何締めようとしてんの。なんとブルーロッもう1時間20分ぐらい経ってるけど、それがあっという間ですけど、何も喋んねんかと。なんかとにかくそういうこう伝える伝わらない、とか意思だったりとか受け取る側だったりとか、受け取る、伝えるべきものはなくて鏡なんだだったりとか、すべてにおいてそういうところにこう話が結果としては集約したなっていう、そのロバートのその他者っていうものを自分の中の一部としかして意識することはできないんだみたいなことも含みで、最終的にその話になったんですけど、これってどこまで最初からみんな思ってました？ロバートのあたりですか？っていうかもうこの話自体がそういう話に集約していく物語になっていくんだっていうのって、ダイさんとかジン君とか、いやあのね、これありました、最初から話しすぎて共鳴してって、うん、そういう風になってってる。あのもうちょっとオフビートじゃない話をもうちょっとなんのかなと思ってた。もうちょっとこう、うん、もうちょっときちんと設定説明すると種明かしがされるようなこともそうとか、もうちょっとこうなんて言うんでしょうね、あの爽快感みたいなところにこうガーンっていくみたいなのかなと思ってたら、うん、あのね、なんかあのそれぞれのロックスターたちのことや、さっきのジン君の話だったりって別にロックスターだけじゃなくて普通に誰でもそうで、うん、特に思春期だったらそうかもしれないし、大人になっても結構こう俺が好きなものなんか誰も好きなんじゃねえんじゃねえかみたいな感じとか40ぐらいでそれ来るんですよね。そう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 、こう空回りみたいなところも含めて、なんかそういう、これね、だから脚本がジン君はかなり小説っぽいのを1話で書いてた時に、うん、あ、小説家の人は本書くとこうなのかなって最初は思ってた、うん、でそれをなんかリライトしてる感じになってたんですけど、うん、でも6話ぐらいの時に、あ、これはコミュニケーションができない人たちが喋ってるから
届かないみたいなことをずっと喋ってるやつがいっぱい出てきてると。でそれが逆算するとプリンスもきっとそうだなとか、うんうんうん、っていうかケビンジミに愛は伝わってないですからね。あ、まあ、全然伝わってないし、あのジミとあじゃあケビンとビリンも全然そうだし、ずっとステージ上で下向いてゴーゴーやってるけど、うんうん、もう家帰ったら一言も喋んないんだろうなみたいな、こう、リアルなあの二人がね。そうリアルな。なんかだから、あ、そういうこととかも、もうね、あの、ニルなんかに至っちゃその元凶だし、うん、あの、なんかだから、あ、そういうことなんだなっていうことが分かってから、書き方をそっちに寄せてったんですよ。あ、思えばもう1話の時点で記憶喪失の女の子って時点でそうだったりとかするし、うん、2話のあのサンバカトリオも確実に何言ってるか分かんないじゃないですか。あれね、だって会話しようとしてないものね。うん。あ、そう、会話が成立しないって話なんだなと思ってきて、途中から、うん。それ途中で気づきがあったんですね。そう。あ、でも俺それ結構意図的にそうしてたかもしれないですね。うん、だから、うん、あの話して通じたらロボット出てくる必要がない。そうで、それで今の話聞いてて、あ、音楽ってそうよねと思って、うん、だから音楽を描くってことは伝わんないやつらの話になるんだなっていう、うんうん、あの耳なしっていう対象を作ったところで、そう、こういう話にまとまっていくだろうなっていうことは思ってた。なるほど、うん、はいはい、うん、まあでも確実にピン止めされたのはその10話だと思います、やっぱり。そうですよね。ピン止めがあれを書いてきて、特にあのロバートのセリフを書いてきたのが多分決定打に、うん、あ、なんかすげえスピリチュアルな話になるって僕思った記憶はあるので、うん、その内面的な話なので、その活劇として面白いっていうよりは、もうちょっと切り口が変わることを12話はやることになるんだろうなっていう予感は、その時にはだけど、それまでは僕結構もうちょっと、あの、ジンさんも最初の方から王道で明るく明朗で、あの、男の子とか女の子とか若い子たちがちゃんと楽しめるようなものを作りたいって話を最初の方からしていたので、うん、もうちょっとこう、でもね、ガチャガチャとちゃんと、まあトランスフォーマーとまでは言わないですけど、あの、トランスフォーマーも泣かすけどね。でも、ああ、分かりやすい泣かすとかにはならないよねっていう、うん。なんか、ファクトで語れる話に、ログで語れる話に、うん、な、最後のお茶にならない可能性っていうのは確かに10話なのかもしれない。うん、そうね。10話が。それがあったから、11話は逆に徹底的にその、うん、その部分はもう潰しておかなければいけないみたいな。そうです。活劇っぽくできることは、もうテキパキとそこで やれるだけやろうみたいな感じは、うん、まあだから、なんだ、あの、アニメ台詞もいっぱい書きましたし、わざとやってんじゃねえのって思われるかもしれないですけど、わざとやってるので。あそこで全部カードはね、やったかっつってな。開いちゃわないといけないからっていう状況ではありましたよね。みたいなことが、なんか、意外と僕の中で意識してやってたかもしれないです。質問で、三姉妹の石板の謎は聞きたいですっていうのが、さっきからいくつか上がってきて、ね、上がってますよね、まあ、いよいよ、その、はい、13話、うん、最終話 B パートで、はいはいはい、まあ、A コットミューの話は A パートで、まあ、決着をした、っていう感じになっていて、で、13話は、後日談になると思うんですけど、その世界の秩序が変わった後の点描をしていくという、シークエンスになっていて、まあ、第3、佐藤さんとしては後日談というかおまけ的に書いていたという話があったんですけど、うんうん、その中でまあ多分みんなが思ったのは、あのライドとリッチが生きてた件と佐藤さんがなぜ石板になっているのかっていうのは多分あの引っかかる人は引っかかるだろうと思ったんですけど、もう感じろみたいな、6話のリフレインをしなきゃいけない。6話で、誰もいない場所にロズがいて、で耳なしと人間が共有して融合したときに、モアってね、飼ってた、お父さん
俺を殺したやつね。もう俺って言っちゃった。今日ちゃんと声優さんのゲスト来てたんじゃん、今日。前は声優ゲストをまた豪華放送。そうそうそう。だから、ね、俺を殺したあのモアは人になりたかったんだなっていう、だからローズと一緒にいたかったっていうことから、うん、もうなろうっていうのはもう決めてて。で、うんはい、それは書いてあって。で、逆に、人間から耳なしになっちゃうやつだっていた方がいいじゃんっていうバランスがあって、うん、で、うんうん、トミーは早めになったやつで、うん、あれ別に死んでるんじゃなくて、向こう側に行ったんですよね、うん、ゲートの向こうに。ゲートの向こう側に。で、向こう側としての存在っていうのもあって、で、それを両方描こう。で、まあ、うんうん、でもちろんあの国王逃げたやつは国王にちゃんとなって、でしかもそれが、うんうん王なき、まあ、ロンドンはもともと王国 で途中から王国じゃなくなってでまた王国に戻るみたいな感じにしようっつってそこの下にサリーがいてっていうのまでは書いてで、うんうん、点描で行く中で、じゃあ交換で一番なっちゃっていいやつっつったらもうあの3姉妹しかいないだろうってなって耳なしになっていい人間と、ね、そうな耳だって半分人間言うてるやつなんだから、うん、そもそもだよね大幅に人間じゃなくなっても多分いける、うん、どちらかというとそれ望んでるんじゃないかそうそう望んでるんじゃない、うん、そうですよ、うん、っていうのでなったけどなったのにもかかわらずサインくださいって言われてるっていうあのむしろそっち側から言われてるみたいな今度逆にあの人間に耳なしになった人間の方からサインくれって言われるっていう、うんうん、あの面白な感じであのちょっと救いをも作るみたいななりたいものになってるみたいな、うん、でロズのところに関して現れた彼女たちがそこで、因子を探しとるんじゃいみたいな感じのことを言ってるって書いたら、うんもうちょっと人が来んのかなと思ったらこれなんですよって言ってトモさんが見せてくれたのがトモさんだったんだっけ僕が書きましたねあれもうちょっと人だと思って俺本書いてあのその前の段階でさっきの覚醒ミューとか目の白黒反転してるやつが耳なしが人間化したやつなんですよみたいなデザインとかはいただいてて、うんうんうんあついに免許を取ってそうねそれありましたよねなんかあるようなのが、耳なし側になってるってデザインが来るのかなと思ったら免許になってたそうそうそのものだったっていうそう前川さんデザインがあるのデザインはい、あの見ていただけると今日の追加文の中にそう、メンフになってたって思って、あ、これか、あり、あ、そう、ね、これが最初。三姉妹、あ、これは人間か耳なしの、うん。これは、あの、殿下のところに紛れ込んだ、うん。ああ、そうですね。子供です、ねうん。三姉妹耳なしっていうのは。三姉妹、スリー、サンって書いてあって。うん。カラーじゃないやつです、うん。ありますかね。だからね、あれ、板になったんじゃなくて、メンフになったんです。あ、これ、これ書きましたね、会議室ね、うん。そう。が、で、ね、そうそう。究極の構造物、コンストラクチャー、それはすなわちモノリスである。そう、あの、ちょっと喋っていいですか。はい、もちろん。まあ、僕、ちょっと2001年、宇宙の旅、すごい好きなんですけど、なんかそこから結構インスパイアされたっていうのもあるんですけど、なんかね、やっぱりあのエコーミューのお話でやっぱあの耳なしってこういう形だよね人間ってこういう形だよねっていうそれぞれのこう決めつけによってこう形がなんかこう固定化されてたっていうのが、まあ、エコーとミューのねああいう、まあ、みんな違うんだよっていう分かり合いの中からなんかそれぞれがこうなりたい形になれるみたいな、うん、呪縛が解けたっていうかあのそういうのをなんか感じてうん、でなんか結構耳なしのデザインもちょっとまちまちなんですけどなんか真っ黒な子もいたりとか、うん、なんか割とスタンダードな耳なしから人間みたいな子もいたりするんですけどだからその姿形に対するなんかもう決めつけがなくなったからあの自分の取りたい形になれるみたいな、
割とそういう解釈が入って結構いろんなデザインにしたっていうところで、じゃあ何でもできるなっていうところからあの三姉妹やっぱメンプすごい面白かったん であのメンプをこうなんか面白く見せるのは何かあるかなと思って考えたらモノリスだったみたいなすいません 1対9対4ってなってますねちゃんとねそういう、あれでしたね。そう、はい、なんかだからそれ渡された時にあすごい腑に落ちて、あ、メンフが実態で僕が後ろに囚われてただけだった、あのこうちょっとパフュームっぽいものに囚われてただけであのこうなりたかった、あそういうことかと思ってあの納得 したんです、その場であこれですねって、あメンフ本体ですねってなってそれで特に咎められることもない。そう安藤さん悪ノリでペン飛ばしてるじゃないですか。そうそうそう、ね、まあ、あれも絶対わかんないよと思いながら。いやでもほら、あれ絶対わかんないよ方面なんですかね、あれね。だってでもほら、サインペンはいつも持ってるじゃない、もともと。あのサイン用の。サイン用の。うん。だから、こんなところにって。だから飛ぶんだなって思って。いや悪ノリだなと思いながら、はい、そこまではよくて最後のあれですね、リッチライドね、あの、はい、僕は死んでると思ってましたよ、うん、死んでる、そうあれ殺さないでくれってなったんですよ途中で、そう、誰も殺したくないってなったんですよ、うん、そうで途中でみんなのことが好きだから11話の時にも話してたんですけど、11話の時にケビン殺そうってなってたんですよ、そうですね、うん、でこいつ死なないと落とし前つけられない、うん、キャラクターとしても佐藤さん取り憑かれたように殺しましょうみたいなそうそうそう、また山田さんも積極的に殺す派だしたから、ね、そうそうフランス状態みたいな、佐藤さんがもうそう殺そうあいつを殺せと、絶対ここは殺さないとってえってこうみんながなった流れがありました、ね、そうそうそう、ケビンを殺してまたあの、うん、なんつうんだ、殿下が失うんだよまた友情をっ言ってた、うん、そうで和解しようと思って、それでローズが和解すんだよみたいな話してて、うん、あのケビンが死ぬから殿下とローズが和解できんだよみたいなこと言ってて、うん、雨が降り止まないみたいな感じになって、そう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 でも結局生き残っちゃいましたもんね、うん、そう、それでなんかいろいろあって、もうその頃から俺もなんかこう何かが変わって、誰も死なない方がいいんだったらもう死んでるやつも死んでない方がいいみたいな、もうその方がいいですよ、うん、あらババアが死体を取り違えたんですよ、あそうそう、あれはね、もう一回あの7話を見てもらえば分かると思うんですけど、うん、爆発シーンないんで、うん、あれはスターウォーズの鍵に落ちてるのと同じだからあのハリウッド映画で谷から落ちたら死んでないじゃないひどい、いやもうね、ビビアンがもう大事に育ててきたこの2人が死んじゃう、この私ってあのとっても広い、なんかヒロイックな気持ちになっちゃったんですよね、きっとね、あれね。そう。あと、真面目な話すると、あの、二次世界大戦の、ロンドン爆撃の話のモチーフなんですけど、はい、あの時に、いっぱいこう、死んでると思ってた人が死んでないみたいなのが あるんですよ、うん、実際に。実際に、あの、二次大戦の時に。爆撃で死んでると思って墓まで立ってたら全然死んでませんでしたみたいな感じで帰ってくるみたいなエピソードがもともとあってですね、うん、じゃあいけるみたいな感じに、まあ、もうビビアンが多分別の方の死体をうちの子ですって言って顔に入れて葬式出しちゃったっていうそうで、まあ、書いてありますけど、エースは死んだのにって。あのエースは、そうなんですよね。エースは死にたかったんですね。うん。あの、キャラクターとして。死ぬ場所を探してて、うん、で、それを鏡が、うん、読み取ってたんですね。読み取って、忖度したわけですね。忖度して、って。だから決定的に死んでるのはあの人だけなんで。うん。うん、
あとはもう誰も死んでない、トミーも死んでないですよ、あれ、あの言っときますけど、トミー、うん、トミーと子供たちも全然死んでないです。 あいつらみんな仲良く暮らしてます。後から来たメンプたちともすげえうまくやってると思う。本当わかんないけど、一番水と油だと思うけど、あの、まあ、どっちかそういうモードになっちゃったってことではありますけどね、あの制作サイドは、書き手側が、あと、いや、あとね、プロデュースサイドが強行に殺すなって言われたんだよな、俺な。ケビンは殺しちゃダメですって言われたんだよな、すごい。あ、ケビンはそうでしたね。うん。それで、じゃあ俺ちか、プロデュースサイド、その、あ、そうか、金子さんに言われたんですよ。それはあれですね、スローカーブの、あのアシスタントプロデューサーの女性がいて、ケビンを殺してくれるなと。うん、涙ながらに、そうそうそう、絶対嫌だって言われて、うん、私ケビンが死ななくなるまでここから帰りませんって言い始めて、そんなそこまでではないけどだ、それでだったらもう誰も死なねえっていう、なるほど、あのそしたらもうあの墓から帰ってくるあいつらはっていう、こうっていうか、どうしてそうかっていうと、ニルを救いたかったからです、そうですね、別にあの二人を救いたいんじゃないです、全然。あの二人はもう真っ当だし、うん、あの二人は見たい景色は見たから、うん、いいんじゃいいんですけど、うん、ニルを救えないまま終わってしまうので、うん、ニルを、死んだままだとね、そう、うん、ニルを救うために、あの二人は帰ってきたんですよ。うんうん、俺、あの、一回、でもその11話、うん、あの、戦うあたりで、あのニルってもう要は2回負けてる状態じゃないですか、うんうんうん、もう1回乗らなくちゃいけないってタイミングで、うん、もうやっぱそれもなんか確か尺の都合とかももちろんあるんですけど、俺1回なんかあの手と足半分ぐらいなくなっててもいいんじゃないですか、ね、あそうニルが、ね、提案したんですよ。だから、うん、なんだろう、もうそんぐらい負けてないとなんだろう、もう1回乗るっていうのがなんか言ってたわ、そうだからもうそれぐらいの状態でもまだ乗りたいっていう、うん、あの状態がなんかもう一回なんでしょう、狂気をリライトしないと、うん、なんかね、確かにみたいな話をしたんですけど、うん、もう大ブーイングでその時の中で俺のリル君になんてこと言うんだって、絶対にダメだみたいな許さんぞみたいな、許さんぞ、ミヤ君書いてたもんね、その点描で、あのニルが再び立つまでの話ね。ああ、そうです。っていうか、うん、11話は結構、ニルには当初、尺を割いているので。うん、なんか俺もっとだから9話めっちゃひどい負け方して、うん、もうだからもう昏睡状態みたいな、うんうん、あの感じで奇跡的に意識だけが戻って、それでも乗るかどうかみたいな、うんうん、なんか状態みたいな、なんかやった方がいい。それ主人公だから。どんなところも主人公だ。それでなくてもニル君の主人公だよねって言われてんのに。ただでさえ1位取っちゃってんだから。やんなくてよかったなってすげえ思いました。よかった。うん、いや、それ多分みんな脊髄反射的にそんなこと許さんぞってなりましたね、確かに。そうですよね。でもなんか、ニル君全員殺さないでいこうって言ったな、でも俺も、いや、そうですねって、あの、カゲロウプロジェクトとか全員死んでるんで。ああ、次ぐらい殺してしまったんで、もうそうか、そうなんだ。皆殺しの陣だったから。確かにって思う。確かに。そう。死なない方が幸せだなってなって。うん。あのそれはなんか本当に良かったですね。やっぱケビン。まあリッチーとライドが生き返ったの、生き返ったっていうか死ななかった理由はもう一つですっていうことです。あの、うん、ニールのために帰ってきたっていう。うん。例えばロンドバグ駅の話もね、あのされてたあたりで、うん、まあ、そうだよねっていう、あとなんかコミカルにしたかったんですよね。そうですね。あのなんか7話のなんかあいつらが死んでたらやっぱりその後のやっぱり永久に過ちが残り続けることになる、うんうん、でもああやってのたれ死にすんのが良かったんですけどね。あの明るく死んでいく、あのまあ俺たちは天使だ的な死に方っていうか、こう、うん、のたれ死にしたいっていうこう、うん、あの中二病感があるんで、あの話数はあの話数であれでよくて、うん、でもニル君のために帰ってきてくれればよしという、うん、で田中敦子を
さんをあのためだけに呼ぶっていう。最後の皆さん転校生が来ましたよ、もう一回やってもらうために。贅沢なキャスティングでした。はい、うん、そうですね。あの、なんだっけ、エース元帥は、一度は世界の覇権を握ろうとしてたぐらいなのに、10年の間で何が彼をそこまで変えたのか気になります。ジミーに対する自責の念。まあね、エース元帥の話とかは、ロンディニウムサイドの話はいろいろあるんだろうけど、ばっさり、その今に、うん、今の状況しか書いてなくて、過去の状況は全く書かなかったので、うん、多分なんか殿下と似たような、こう、でもそうでしょ、ね、あるんだろうなというふうに思いますけどね。やっぱそれでジミーをもう一回取り戻すんだっていうのが、10年後の彼のエースの何かになってましたからね。あの、ね、デュアルショーマンをエースが手に入れるんですよ、あの設定上。うん、で、今まで何度もあの芝居をやっていて、あの芝居というか、うん、あの召喚儀式みたいなのをやっていて、ジミにもう一回謝りたいと、あの時にあの謝りたいっていうのが彼の意識の中にあって、で、うん、リアルショーマンを奪って持ってきちゃったこと自体をロズや、殿下は勘違いしてて、ジミを連れてったっていう勘違いになってるって設定なんです。はい、はい、なのでデュアルショーマン自体がそのジミそのものだったっていうニュアンスになっているはずで、それを履き違えたトミーが、うん、デュアルショーマンに生贄を捧げれば、あの、まあ、ロックっていうのは側があればなるものだから、一番いいのが妹っていうのがいるらしいぞっつって、迎えに行こうプリンセスをっていうふうになったけど、あの妹はいるって聞いたけど、こんな妹だったっけかなって多分エースは思ってるかもしれないね。なんか色黒かった気がするなみたいな、なんかあれっていうこう確かに顔似てるけど、なんかもうちょっと金髪だったような気がすごいボケじじいですけどね。じいちゃんだから全然わかんなかった。うん、うん、そんな感じです、うん、いずれにしてもものすごい自責の念で髪の毛も白くなっちゃったんですよね、元帥が、うん、だから年齢、あの絵で見えるより若いはずなので、あの僕らが想定している年齢は確か、うん、ボムさんにもそういうふうに説明してた気がします。10年ですからね。うん。あの、本当の年齢よりも年食って見えるようにしたいっていう話を確かね、した記憶はあります。プロジェクトフリーダムで真っ白になっちゃったやつにしようっていう話でしたよね。うん、で、あれで多分車椅子必要になって、それまでは多分、うん、あのエクイプメント乗って、先頭にいた、うん、前線に立ってた人じゃん。うん。それこそ、騎士団長たちと対になるぐらいの部隊を、うん、カウンシル部隊を指揮してた司令と、うん、騎士団長の、まあ、二大帝国プラス、紫の国、あそこね金持ちなんですよ。夜の賭博でめっちゃ儲けてるから、そこと組んでドーンってやるみたいな感じだったっていうことですかね。ジミとジャニスは純粋な姉妹、あ、兄弟ですよ、うん、兄弟じゃないって聞かれてますけど、兄弟です。あ、いや兄弟ですね、はい、はい、あそこは本当にちゃんと兄弟ですね。なるほど。なんか質問があれば聞きたいんですが、オープニングのスケボーって誰ですか。あ、はいはい、さあもう安藤さん、あれは安藤さん、これはどうしましょう、あの、ポモさん。あれはあれですよ、ダイナソーですよ。あれ、でも、え、僕からなんでそんな譲り合いをしてるのか分からない。ダイナソージュニアの、あの、なんだっけ、名前が、マスチスですね。あ、そうそう、マスチス。J. マスチス。そう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 。マスチスが、あのね、
出したアルバムの中で女の子がタバコを吸ってるアルバム何個も本当どうする、ちっちゃい子がね、あの、うん、横の あれいいアルバムですよね、うん、元ネタはあれですね、うん、あの女の子を使ってやってみたって感じかな。で、なんでなんですけど、マッシスってすげえプロスケーター、スケートボードは職業ではないんだけど、プロスケーター並みにスケートボードが上手いんですよ。うん、で、なんか割と彼のアイデンティティの一つにもなってるんで、その女の子、あのアルバムのジャケットの女の子とそのスケートボードっていうのを組み合わせて、なんか僕なりにダイナソージュニアを作り上げたみたいな、うん、っていう。それで監督がスケートボーダーなんですよね。監督はもうボーダーだったから、痛くお気に入りになられてこう本編に出ない、本編に全く絡まないのに、うん、オープニングに出ちゃったのは、ね、監督彼だけですかね。監督のいや、あのそこはあの鎌田さん、本当ですか？なんでそんな責めるの？絶対人のせいにしてんじゃないのと思って。オープニングに関しては基本的には鎌田さんがコンテも切られて、そうです、ね、中身も考えられてるんですよね。うん、全話数の作業を一通り終わった後で本編にも手がけてるので、そこで、こうまあ、結構ちゃんと俯瞰してあの、うん、オープニングを作ってくれたなって気がしてます。それなんかすごくいい感じに、うん、いい場面を切り取ってくれてるなっていうのが、はい、で、闇落ちしたミューももうオープニング出てるんですよね。そう、うん、元オラバリーチだと思ってました。すいません、ちょっと一瞬トイレ行ってきてもいいですか？あ、いいよ。おとつな、ゆるいな。ゆるいから俺だって軽くアイコス吸い出しちゃってるしね。あ、本当にもうなんか俺もう全然我慢できなかった。ひどいな。いや、もうだって、もうだって2時間ぐらいやってくから、もう、今までずっと我慢してたから、ね。1時間45分やったんですかね、うん。じゃあ5分休憩しましょうかって言って、毎回毎回その本読みの場で、そのタバコ吸ってる場所で大事なことが決まってましたよね。そうそう。そうですね。そもそもなんですか、今作で普通は演奏シーンとか入れると思うんですが、なぜないのでしょうか。これもなんか、前、話をしてると思いますけど、音楽がそもそもない世界なんです。なのですよ。この世界が、あの、要するに一つのレコード盤が回って鳴っている音だったりとかするんですよね。うん。っていう、まあ、かもしれないって話ですけどね。その感じになる。なので、だからオープニングで演奏シーンがあるのがおかしいんです、本当は。だからオープニングは、あり得たかもしれないイメージ、はい、っていうふうに、捉えるのがいい。あれはなんか多分なんかエクイプメントを検査する機械だったりとかするんですよ。ピアノみたいに見えますけど、うんうん、そうそう。あれはね、鍵盤じゃなくて、ないですから。キーボードだから。入力キーボードです。入力してる。でもサリーがダンスしてるのは絶対に言い逃れできないですから、ね。これあれ見た時に、鎌田さん解釈合ってんのかなと思う。めっちゃクラブで踊ってるけど、これありなのかなと思いながら。まあね、モッズはあのクラブで踊るものなの で、 そうです、正解ではあるんですけど。昼間工場で働いて夜クラブで踊る人たちです。クラブでジャズで踊る人たちなので、まあ、合ってるんですけどね。まあ、あとあのもう一個あるのは、前もトークで話しましたけど、もともとかなりインスパイアされた人物たちが出てくる前提だと、それをが演奏してるシーンはもうプリンスはプリンスが演奏してるシーンになっちゃう。そうですね。よいしょ。ケビンにしてもビリーにしても演奏してるシーンになっちゃって、それはそれを超えないというか、うん、それのモノマネが出てきちゃう、パロディになっちゃうので、この世界で音楽がないっていう世界に設定しないと、ああいうあそこまでインスパイアされた人物は出せない。むしろ、もし演奏シーンをやる、まあ、例えばマクロス7みたいなものにするんであれば、うん、ああいう主人公たちは全部あの
モチーフは使えないと思います。そうですね、うんうん、もう一歩遠くしないといけなくなっちゃいますね。そう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 、あのサリーが踊ってるシーンはあれはあの13話以降の話です。もうこんなところでひねり出してきて監督絶対今思い出したでしょ。 今思いついたと思いますよ。いや違いますよ、あれそれは田村さん意図してます。ああそうなんですね。ええ、あの祝賀会的なもう祝賀会的な、なるほどなるほど、音が返ってきた後の世界での、あのシーンです。あ、なるほど。あ、なんか13話以降の世界で鼻歌って全人間ができるようになるでしょうね。なってんでしょうね。なってんでしょうね、うんうん。そういうことですよ、多分。じゃあそこで踊ってたってことですね。うん。こうやってね。そうですね。もともとレコードには踊れるのもおかしいですからね。うん。で、シャガの世界って。祝賀会って言ってますけど、あのクソ大迷惑かけた戦いの後でよく祝賀会であいつら。ましたね。ほぼほぼお前らのあれもあるけど。本当だよね。本当だよね。あれもうやれと言われたぐらいでしょうね。あ、スケボー少女も13話以降で出てくるんですねって言うんですけど、あのスケボー少女は、4話に出てきてます。4話 の化石発掘班の一人ですよ。うんうん、あのヘルメットかぶってるので、うん、多分わかると思います。うん、でマスシス、びっくりするぐらいちょっとしか出てこない、ね、うん、だからオープニングに出てくるのはおかしいキャラなんだよ。そもそもまあなんか学園にいた人たちの代表みたいな感じじゃないですか。あれね大好きだったんだよな、でもな、うん、今まあなんか気に入られてますよね、うんうん、あの、他の2人も奥の方に映ってます。うん、ああ、そうですね。恐竜博物館ね、うん。はい。あきましたね、オープニングでも、はい、うん。デザインね、やりましたよ。すごい。出てこないかな。まあいい。13話のラッパーみたいな人がいましたね。よく気づきましたね。はい、そう。今度は、あの、うん、サンプラーとターンテーブルが出てくるっていう街に行ってるっていう話でしたね。うん。だからジャックが多分あれですよね。ギターのあのジャックじゃなくなって、あのキャノンの。キャノンジャックになるんですね、これから先はね。で、あの、一人はマイク持ってますから。うん、あの、うん、サウンドシステムにつないで、ね。そうそうそう。だから、あそこがもう、ランディ MC の出会いのシーンになるんですね、こう。うん、ロックとヒップホップ。ウォークディスウェイの。そう。ウォークディスウェイ。ウォークディスウェイに。のシーンですね、あれがね。ビースティーボーイズとか出てくるんですね、きっとね。そうそうそう、ビースティーボーイズとかね。いやー、やりてー。それで言ったら、あの、僕も本編見るまで気づいてませんでしたけど、あの、最後のシーンの路地裏で、シングロイドっていう。ああ、はいはいはい。ああ、俺も気づいた。お出てきますよね。あれは、あれは、あれは、仕込みなんですか。あれは監督でしょ。だって俺も V 編の時にあれ見た時もうだってダーって変な汗出たもん。これはいけんのかみたいな。もちろんあれはいけると思って入れてましたね。繋がってますもんそこは。うん、うん、だからやっぱあのもう打ち込みまで来たらもうあそこまでが一直線ってことです、ね。はい。そうですね。うん。うん、まあリスナーズがこうどう言いますかね、音楽の聴き手の別名称だとすれば、聴き手たちが自らプレイヤーにできる、あの鼻歌が歌えるようになった世界ってことなので、うん、そういうことですね。なので彼女が出てくるわけですよね、うん、あのシンガロイドも出てくるしヒップホップも出てくるし、そうそうそう、それまで音楽を楽しんでた人たちが音楽を作り始めることができる世界に2周目になったっていう比喩になるといいのかなっていうのは、そう、ね、高いのサンプラーが発明されたんですね、うん、だんだんヒップホップは音楽ができない人が音楽を演奏できるものとして登場してるんで、うんうん、で楽器が買えないから落っこってるターンテーブルで、横でマイク持って何か言い出したら何かになったっていう感じですかね、うんうん、はい、ある意味ではさっきの話じゃないですけど、なんかもう
最後の13話以降の世界みたいなの見てて、それこそなんか思いを伝えるみたいなこと以外にも音楽っていうような人たちが出てきたのかなっていう、うんうん、だから踊れるじゃないですけど、そうですね、では何でしょう、そういう何でしょう、音楽のさらなる可能性みたいな、うんうんうん、そのあの世界に満ちてる何でしょう、イクイプメントパワーじゃないですけど、プレイヤーに向けたやっぱりそのオリジンっていうものが作ったある種この世界はないような多分、うん、因子があるんでしょうね。だからそれのな、うん、より解明が進み、より何でしょう、多様性が生まれたというか、うん、なんかこうダライズムですよね。そうですね、なんかそういうような感じなのかなと思って、なんかそのブロイドってガーッと書いたって、なんかいやすごいなんかなるほどなと思って、ね、なるほどな、本当に本当に一番最初の頃には最後ミュウは結局シングロイドなんじゃないかって話もありましたよね。うん、うん、ジン君があの速攻で拒否したっていうか、却下した。それはないって言われた。だから多分ああいうなんかシングロイドが出てきて、多分あの大人の人たちはあんなの音楽じゃないってめっちゃ言うんですよ。めっちゃなんか。ね、この作品の前編にわたってジン君の反骨精神っていうのを貫かれてますからね、そこみんな楽しんでくださいね、本当に。そうなったら、ハーブが来るのもね、いや、それ、いいなーっていうね、それ見たいですね。それはそれで、第2シーズンにをやりたい感じがしますけどね。第2シーズン、もう本当、あのね、ストリーミングが発達して、プレイヤーたちがデータ化され、うん。なんか昨日最終回終わった後、マッパさんのなんかツイートで、なんかご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いしますって書いてあったから、マッパさん2期やってくれるのかって。すごい拡大解釈。現地取ったみたいになってるじゃない。やってほしいな、まあ、でもやるってなったら、絶対マッパさんにまたお願いしに行きます、ね。マジかよ、もう本当。ビリンとかね、なんかこう、殿下とかこう、やっぱ CDJ にこう取り込まれてるんで。そうそうそう。ビリンはだってもう、その後、アンディ・ウェザーウォールとは出会うから、もう、もう本当、ああいうのに出会っていくから、みんな。あのみんながそうなりますもんね。そうそうそう。プリンスもね、あの銃型のマイクとか持ち出すからね。こう、拳銃型のマイクとかこう持って。後ろにラッパー連れ出す。音楽的に言うと、だから90年ぐらいまでの話が89年から90年のセカンドサマーオブラブのぐらいまで。じゃあ最後に来るっていうパターンですよね。うん、で、そこから20年は本編中ではやっていないので、うんうん、まあ、どういうふうに音楽というものを変えていくのかっていうのは、またちょっとフェーズが違っちゃうのかなという、うんうん。さっきだから、うん、ジンクは言ってた通りだと思いますよ。あの伝えるが気持ちだけじゃなくて、その体に伝えるっていうものに変わっていくし、うん、でもそれ自体はもしかしたら元のブルースだったり、うん、あのジャズだったり、ブルースからジャズになった、まあ、だから描いてないけどこうジャズっていうこう、うん、脈もね、うん、ありますよね、うん、流れが今回こう本当UK で行っちゃったから、そっちが本当はすごく流れてて、でそことぶつかるんだよね、そこがね。うん、感じですね。まあだからさっきジンさんがちらっとおっしゃってましたけど、そのダンス音楽でも踊るっていう分野に関しては、うん、今回バサッと実はカットしていて、まあ、ジャズダンスミュージックとしてのジャズもそうだし、まあ、クラブミュージックももちろん扱ってないし、うん、どっちかっていうとこうフォークミュージック的なというか、あの気持ちを伝える媒体としての音楽っていうのにフォーカスをしているので、うん、結果としてそうなったみたいなところあります。まあでもやっぱりジンさんがそういうふうに、うん、そういう思考だと、ね、そういうものとして書きたいっていうのは大きかったんだろうなという。あ、そう。ハズミュージックをまあ言ってみれば、まあなんか気持ちを伝えるって部分に関しては、まあちょっと語弊もあるかなとは、もちろん自分でも思うんですけどね。うん、あの歌詞であったりとかの、そのなんか、うん、なんでしょうね、あの具体表現みたいな方の音楽、うん、まあ、いわゆる、まあ、抽象の中でも具体によってるものと、うん、よりなんか動きであったりとか、うん、あのよりコンテンポラリズムによっていくもの、うん、より抽象的なもの、うん、そういうようなもののなんか線引きはまあないですけれども、確かになんか
まあ、歌詞表現とか、なんかやっぱりその人となりみたいなこととか、なんかそういうのが、なんでしょうね、まあ、トピックとして目立つ、そう、ルーフばっかり出てきたっていう印象。そうですね。だってそこから、だってメンプの人たちはもう、あれですからね、もう、あの、ナインインチネイルズとかになってっちゃうから、そうですね。そういう意味で言うと、もう、あの、そこまで行くと、エフェクツインまであと一歩なので、うんうん、完全に人じゃなくなっていくっていうか、あのなんて自我がない表現が音楽ですみたいにむしろなっていくっていう感じ、はい、音楽は独立、音楽として独立しちゃうみたいな感じになりますよね。どんどん、そうそうそう、それで自分をロボットにしだす、あの4人組や2人組が出てくる、出てくる、うんうん、でも それがなんか知らないけど、ナイル・ロジャース呼んできたり、もうロボがすげえ、あの肉体に憧れてるみたいになって。もう行ってこいですよね、あれね。そうそうそう、ぐるっと回って。俺全部捨てたんじゃなかったんか。そうそうそう。なんでニコニコのおじさんがギター弾いてんだよっていう。そうそうそう。最高にかっこよかったですけど。かっこいいですけど。だからそういうサイクルがぐるぐる回ってるうちの1サイクルをなんとなく今回。うん、シーズン1的にやらせていただいてるって感じ、うんうん、より本質を問うシーズン2ってことで、そうですね、まあ、興味、確かに歌うまくなくてもメロダインで、ね、歌うまく聴かせる時代ですからね。言ってる CD もメロダインで歌ってるんですよ。そういうなんかこう触れていくというか、近畿に触れるみたいな、うんうん、あ、そういえばオープニング、あのオープニングの、セルフカバーモダンバージョンが13話最後にかかって、はいはい、るっていう展開になってますけど、はい、あれは仁さん的にはてかオープニングをもう一回かけようっていう話にそもそも最初はなってたんでしたっけ。なってましたよ。それであのオープニングの絵をキャラを今の話じゃないですけど、ヒップホップの人たちだったりとかがこう元々のオープニングとキャラが入れ替わったりとかしてるみたいな遊びとかやれたらいいよねみたいなのが、うん、最初のオリジナルアイデアとしてはあったんですよね。うんうん、でもそれはちょっと厳しいぞっていうのもあったんですが、うんうん、だからその時点でオープニングを最後に持ってくるっていうのはあったと思うんです。あの、セルフカバーのこうアレンジの方向性みたいな、人さん的には。ああ、そうですね。あの、いや、あの、自分がその話をすっかり忘れてて、途中まで。あの、順番作って終わったみたいになってたんですよ、うんうん、なんか。あれ全部終わったみたいな。あ、でも曲順だったらラブソングがラスト。いや、でもなんか本当、いや、途中であのそれがあるってことに気づき直すっていうのは別にあの超手前とかではなくてあるんですけど、うん、なんか始まった最初はなんかそんな話橋本さんしてたような気するけど、なんか決まった感じでもないしないだろうみたいななんか言ってもなんか得点かなんかで入るぐらいだと思ったらバキバキだったんだよな。いやそう、逆に言うとあの僕の方としてはあのオケは同じもんだと思ってたんですよね。ボーカリストだけが変わるでいけんのかなって、もうほら音楽素人とかそういう感じじゃないですか。実際はキーがとかってあるからそうはいかないんだけどっていう話だったりとかして、で、そしたらこう違うバージョンになりますって言われて、絵がまんま乗らねえじゃねえか、どうすんだよってなって、あ、どうさどうしますってなって、あの形なんですよ。アンジャッシュみたいなやつですよ、もう今をときめく今をときめくこれが起きて、結局でもあの一番最初のオープニングのイントゥザブルースっていうのはもう本当にプレイヤーの、まあ、方々というか、あの撮り方とかも含めて結構骨太な、あの、まあ、由緒正しいじゃないですけど、あの自分の今まで作ってきた音楽の中でもあのバンド的なかっこいい方を、かっこいい演奏で、うん、あのかっこよく作ろうみたいな、かっこよかった、やっぱりそう、人間のやっぱりなんでしょう、あのなんでしょう、まあいわゆるデジタルじゃないものとか、うん、あのやっぱ筋肉とかやっぱそのフィジカルで生まれるものっていう作り方を、まあ心がけて作ろうっていう感じで、本当になんか、うん、みんなでドカーンってこう演奏したみたいな感じなんですけど、13話に関しては俺が家で一人でパソコンで作ったんですよ。誰の力も借りずに作ったっていう。だから今までレコーディングしたドラムの音を使ってみたりとか、なるほど、こうなんかデジタル の, そのパフォーマンスができるエフェクターとかを使ったり、そのなんかギターの音とかもなんかあの一個も多分あのあれですね、普通のエフェクターとか使わなかったですね。なんかばかりでっていう風にやってみようと思って、まあ、結果デジタルっぽい音になったなと思うんですけど、なんで、うん、
結局そのなんか自分的には何でしょう、横串を刺したいなと思ってて、うん、あのどっちが悪いとかはなくないっていうのはなんか、うん、実はなんかリスナーズ経て俺はあるんですよ。うん、最終はあそこにたどり着いたのもやっぱりなんか必然的だなと思うんですけど、旅をしたわけね。別にボカロでもいいし、別に人間が歌ってても別に良くない、どっちでも、うん、多い人が判断することだからっていうのがやっぱりあって、自分はどっちもなんかある程度なんである意味肯定してるというか、うん、あの状況とか変わるわけですよ、うん、肉食べたい日もあれば、うん、あのすごいなんかなんでしょう、和食食べたい日もあれば、うん、今日はワタパチだけで一日過ごそうみたいな日も、うん、なんかその駄菓子がいっぱい食べたい日もあればっていう、うん、あるんですけど、やっぱりエンディング作ってる時の精神は何でしょう、そういう何でしょう、デジタルな環境でもあのわざわざ自分が本気で作ったオープニングに負けないくらいのものにしようっていうテーマで、はい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 、自分の何でしょう、あのミラーマッチみたいな感じではあって、だから全然違う作戦で過去の自分のものと戦うみたいな。うん。それすごかったですけどね。あれはすごい楽しかったです。てかやっぱり演奏がかか、いや、それオープニングのメンバーめちゃくちゃかっこいい人たちに演奏していただいて、うん、唯一、あの、素晴らしいと思ってるんですけど、まあ、かといって俺一人で作っても負けねえなってやっぱり思ったって。うん。これは何でしょう、あの、人によってはいやいや、お前負けてるよっていう人もいれば、いやいや、あのオープニングよりアレンジ好きでしたっていう人も、うん、なんかこれは勝ち負けにはきっとならない。うん、なんでしょう、あの古いものがいいとか、あのロックじゃないとダメとか、そういうことじゃきっとないんじゃないかなっていうのは、うん、やっぱりなんでしょう、かなんかここストーリーで語りながらも、なんか自分も確認できたところはすごいあって、うんうん、まあ、どっちが正解っていうのはきっとない。自分ですらもそれができちゃうっていうことは、うん、いや、この話でなんか問うた最後の何でしょう、佐藤さんの書いた13話のあの変容ってものの是非っていうのは、うん、やっぱりこうシーズン2に託されているなっていう託されたなっていう予感は、でもやっぱその佐藤さんの話を聞いて作ったってのはありますね。あのレコーディングもしないで作ろう、やっぱりあの、うん、そういうものをなんか自分でもやってみなくちゃいけない、うん、じゃないとダメだとか、ああリスナーズ世界だったら何なんですかね、やっぱプレイヤーがお尻にこう刺してロボットに乗り込む、それ戦うっていうのがやっぱり粋なんだっていう人たちももちろんいるし、うん、別に何でしょう、なんか普通にデジタルビームみたいなものを出せば別にいいじゃん、怪我もしないし、うん、でかいしみたいな、アンチ殴るとかも今時じゃないよみたいな人がいたら何ってなるかもしれない、うん、それは何でしょう、あのまあまあ、 あの世界が平和になったように見えた13話以降でも変わらず絶対ありますな、今は散ってるんだろうなっていう、うんうん、面白いなって思いますね、うん、なるほど。13話のオープニングってトゥモローネバーノーズを意識して逆再生を入れたんですか、あの冒頭逆再生、逆再生は絶対入れようと思って、うん、逆再生、あれはあの逆再生的に聞こえるっていう、うんうん、あれこそもうめちゃくちゃ波形っていう、もともとのイントゥーザブルースで使ってた音を切り切ったんで、うん、あの一個一個逆再生にして、まあまあ、リージョンを並べるっていうめんどくさいやり方、はい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 、波形を並べるっていうことをやって、しかもそのピッチをあれは、あれ半音ずつだから半音階ずつ上げてくっていう、でみたいな感じ、はいはいはい、あれをやれるソフトもあるんですけど、まあ、いわゆるターンテーブル的な、うん、ピッチを変えるピッチを変える、うん、ソフトですよね。それをなんか波形処理でやったんですよね。だから本当に穴がないやり方でそれ作ってやろうと思って、波形を切り刻んでデジタルで一個一個あのパソコンであのキーチェンジをしていくのを高速で流すっていうのをやって、やってくると非常にその何でしょう、今デジタルネイティブなあの、はい、なってるのかなっていう、だいわゆるそのアナログ探偵みたいなものとは違う面白さ。なるほど。それがそのあのいかにもロックバンドが作ったポップソングっていう感じの、はい、リスナーズと同じ話数でかかってるのがすごい、なんかグッとくる、個人的なグッとくるところ。第12話リスナーズはもう本当に、はいはいはい、いよいよ隠さなくなったなって感じの音楽が。あの立ち方が出てきたあたりから、中が外れてきた感じだったんですけど、本当にそうですね、ブリティッシュロックっていう、なんか自分のなんか、うん、
本当にまあ本当に何でしょう、リスペクトを込めてっていうので、ね、うん、あの曲は間違いなくこれがないと書かない曲よね、うん、絶対書かないですね、あの自分書けって言われたら絶対あれ書かないと思うんですけど、何でしょう、本当に書かされたなというか書かないな、うんうん、あんなギターリフから始まるみたいな、なんか、あんなギターフレーズから始まる。興味書かせてもらえないですよ、逆に。本当にありがとうございますって感じでしたね。でもいい音にはできたかな。すごい面白かった。粘ったギターの音みたいな。うん、あれ本当だから AC30 でなんか撮ろうかなって思ったんですけど、あのギターは。あれは変えましたね。あの、寺尾さん、メカデザインの寺尾さんがご自身で作ったアンプがあって、うんうん、多いんですよ、本当に。ステラトーンズ。ステラトーンズ。あの、それがですね、今度あの、本当になんか、販売とかするらしいんで。ね、本当にアンプ屋さんになってしまった。本当にアンプ屋さんになってしまって。本当に。意味がわかんないですけどね。でもね、メーターさんの音いいよね。そう、めっちゃ音いいけど、それで弾いたんですよ。うーん、ちょっとなんでしょう、ある意味なんでしょう、リスナーズ節っていう感じ、うん、より強く出るんじゃないかなって感じがします。へえ、面白い、非常に面白いんですよ。だから意外と蓋を開けると、だからまああの音を聞いていい音だなってもし思ってもらえたら、じゃあボックスじゃなくてもいいのかもねっていうことになるかもしれないし、いやいやボックスの音じゃないからこれダメだよって人もいるかもしれない、うんうん、でそうやってなんか混ざり合っていろんな人の意見があって反省していくからあれだな。やっぱりだからあれですよね、オープニングとか聞いてるとやっぱ AC30 の音はもうかっこよすぎるって瞬間がやっぱありますよね。主人公機でよかったって変わるよね、こう巡り巡っていくよね。あんなに疑いないですけど、この間も AC30 でイントゥザブルース弾いてました。うん、うん、あ、そういえばなんか、ずいぶん前に、なんか今日は、ジンさんのライブはないんですかみたいな、なんかチラッと流れてきてた。ジンさんのライブはないですね。こんな毎週は歌わない。そう、この間やったもんね。2曲やってくれた。まあ、2曲もやりましたからね。ちょっと、懲りたって思いますね。そこが普通だったなっていう。またでもなんか、どうせ、きっと何かの機会を作ってくれるでしょう、リスナーズというふうに個人的には思っているので、その時に撮っておいた方がいいのかなと。ね、なんか今日でなんか、じゃあ全部やっちゃいますみたいな、最終話の曲も俺が弾き語りして、いや、よかったですねってなると、なんかもう今後作らないんじゃないかなっていう気配が。ああ、なるほど。まだ閉まってないよねぐらいにしといた方がいいんじゃないかな。うん、全部放送が終わったら、リアルなフェスやりましょうねっていう目標に、僕らここまで来たみたいなところありますよね。そうですね、うん、イベントね、やりたいですよね、うんうん、まさかウイルスが、うんうん、さっきの、なんだっけ、トモさんが出してくれた、なんだ、マッシス、あーすいません、ダイナソー今、前川さんが気づいたみたいなので、前川さんは、前川さんもこの話に聞き入っちゃってますからね。ギターも買っちゃったし、みたいな。アンプももう買っちゃうし、みたいな。真ん中にいますね。かわいいよな。そうなんですよ。妙に人気が出てしまった。そうそうそう。あ、グリーンマイクですね。さっき言ってたアルバムは。そうだ。なんかあれ本当は出したかったのいっぱいいますけどね。うん、いやだって本当はもう書いてありましたけど、出せなかったバンド、はいはい、レディオヘッドだったりね、ブラだったり、全然その文脈でもいるし、あと前もちょっと言いましたけど、うん、メタルとハードロックやってねえっていうね、これでちゃんとやらなんかやるべきだろう普通って僕も思う。もうちょい話数があったら全然やったろうな。やってたのはいっぱいあるでしょうね。うん、ねえ。ネタは無尽蔵ですよね、本当に。うん、うん、うん。まあ、それこそ、
セカンドシーズンじゃないですけど、2週目に入って以降だと、ね、90年以降のバンドもできるわけで、そうですね。全然いろいろできるような気はしますけど。まとめるのに 何年とかかかりそうですまずどのバンドを出すのかでもつかみ合いの喧嘩みたいになりそうな気がする、まあ、あの人はもう死んじゃったんですがみたいな感じそういうなんかいやでも下手したら本当10年ぐらいかかってるんですもんね、うんうん、そんなに7年ぐらいですか7年ぐらい、うん、はいな。このメンバーが全員揃ってからはでもそれでも5年弱ぐらいですかね、うん、やってますかね。何かと俺37歳ですか36歳です40にして迷うが来るからそのうち。いや本当にやめてください。年後が怖すぎるそれ言ったら大さんだって60が見えてくるんじゃないの、あと5年間。本当だよね、全然で50だからね、俺ね。今から5年かかっちゃうと。やばいね、うん。まあまあ、でも楽しみにしつつ。はい。そんな感じで大体話し切った感じですかね。安藤さんですかね。安藤さん。安藤さん何かあります？はい。いいのかな。もうズームならではの止まり方になってるけど。違う違う。これ今日綺麗に動いてます。今日滑らかに動いてます。あれ止まった？いやいや。ずるいな。リモートギャルの使い方がずるくなってる。安藤さんのラブリーぶりがもう本当にすごいだもう。安藤さん大変だったところとかあります？最終は。いや大変だったのは物量なのでこれは最終はだからどうだっていうところでもなく。結構前編通してでももうもろ大変でしょ、この、うん、このロードムービーでこれだけのキャラクターが登場して決めなきゃいけないことが迷わってってなっちゃいますもんね、うん、はい、普通だったら最初の2話ぐらいで大体決めたことは全部最後まで伝えるのに、うん、最終話っていうかロンリーム編に入ってからはロケーション設定が一段落してきてまあ、幾分落ち着いたのかな、どうなのかな。それ、現場が聞いたら怒るやつですね。かき折れそうなやつ。まあ、最後の最後まで安藤さんは結局体は空いてなかったですけどね、だから。うん、結局、設定も、まあ、ほぼマイクが作ってるような感じになってますもんね。鎌田さんもだって、こう、12話までの全部の、創作家もやって、まあ、ローテーションで創作家されてましたけど、うん、それでリテイクも基本的には一旦あらかた直して、そこから先オープニングに入ってるんですよね。そう、全部一通り終わってからオープニングだったので、ね。お疲れ様でしたよ。まるっと3ヶ月っておっしゃってましたっけ、作が。でも一回も徹夜しませんでしたよって胸張ってましたけど。川田さん。さすが、働き方改革。うん俺本当何回徹夜したか分かんない、ね、確かにね、ジンク沼みたいになってたもんね、もうね。脚本書いてその日の1時ぐらいに上がってこっから書いてみたいなのがありましたね。いやでも過ぎてみるとなんかそんな辛くなかったような気がしてくるから不思議っていうのがありますね、うん、終わるとね。あね、中目黒の本当工事その話受けてもらってる可能性がありましたからね。面白い。ちなみにじいさん今日 T シャツ何着てるんですかっていうのが最初の方に。 T シャツはリスナーズと全然関係ない T シャツを着てます。全然関係ないって、俺この間 T シャツあの日着てからお家に届けてもらったんですよ、リスナーズ、うん、だ
品館の人たちから送ってもらって、もう当時着てたのは佐藤さんと同じやつを着てたんですけど、うん、俺の全員集合着て、そうめっちゃ気を抜いちゃって、あのポーンってこう放り投げて、もうなんかそのままになっててシワクチャになってて、やべえ今日着れないと思って、うん、結構脇なんか大して深い理由もなく僕ちゃんとあの星と星っていうか絵文掛けに、いやー素晴らしい、いや本当俺はですよねそういうのがいつも僕これは自分でポチっちゃいましたからね同じやつ、俺あのデスクトップマットいいんですよね、あの PC デスクトップ PC マットかな、なんか、うん、あったかも、今テスターのマットみたいなのがあって、あれいいなと思ってますね、なんかチームットなんか売ってるんだ、そうだからようやくちょっと落ち着いたから、俺は今からグッズをちょっと買い始めようかなって感じ。なんかいくつか出てましたよね、まだ、うんうん、はい、うん、そんな感じで、うん、もう2時間半話して、安藤さん大丈夫ですか、大丈夫ですか、皆さんなんかもう言い足りないこと、いや安藤さんじゃないですか、そこはうーんなんか聞きます、うん、質問答える方、どっちかっていうと。あ、なるほど。あの耳なしエクイプメントの全容が気になるんですが、設定画とかありますかって書かれてるんですけど、あの今のところ、公式サイトで2までかなは設定画が公開されていて、多分残りも公開されるのではと思いますので、それを。耳なしエクイプメントが設定画が、あのこれあの大津直さんって、あのとてもビースターズ あのキャラクターデザインされた方なんですが、あのメカとかあのこういった形のデザインすごくあの上手な方にお願いしてるんですけど、うん、またそうですね、デザイン画を見るとちょっとあの面白いかもと思うのが、デザイン画は本当あの骨というのか、CG 的なエフェクトがかかること前提のデザインなので、うん、あのデザイン画はデザイン画ですごくより、というか、おどろおどろしい感じのデザインになっていて、で、うん、実際の画面だと、あの家たちという感じになる、うんうん、CG が前提のデザインを、デザインはデザインで、そのハンドドローかなんかで一回開けてるんですか、じゃなくて CG で一回開けてるとか、イメージボード、イメージ的なものから、CG 前提でデザインした形ですから、うーん、処理がかかるとこうなるから元の状態はこんな風に書いてくださいって。ああ、うん、なるほど。元の、まあ、一般的な耳なしもそういう形でデザインしていきました。一応してるのね。うん、寺尾さんの書いたラフと、ラフからいきなり僕らは現場、あの、その完成版しか見てないので、その中、途中の段階があるってことですよね。そうです。うん、あの、CG のエフェクトがかかると、ああなるための、 あの元デザインがあって。なんかそこら辺も公式サイトで、ここ上げてくれると、もうせっかくあるのであればちょっと見たい感じ、はい、今のところ多分公開するチャンスはないのかな、うん、ブルーレイとかにもボムさんの原画しか入らないんだもんね、多分ね。そうですね、なんかエクイプメント周りは意外に設定が出てないので、うん、っていうか、ね、ここにいるメンバーは持っていないのでうんうん、もっと出てこないのがあるんですが、本当はだってほら数だって変形する細かい設定とかね。そうね、日本足バージョンから4本足、あの今日公開された寺尾さんと大戸下さんの、うん、ジョイント半券の中にある数はちゃんと2脚バージョンに変形しているバージョンでした。ケンタウロックじゃないやつ、うんうんうん、そこら辺も合わせて楽しんでいただければなと思いますが、そんな感じで、じゃあもう2時間半なので、配信はおしまいでいいですか皆さんいいですか
名残惜しいけどね。名残惜しいですが、まあ、これで最後になっちゃいます。雑な。いや、あの、もろもろ商品紹介等々も、あの一応プロモーションもあるので。なんか、ツイッターのやつで一つ いいのがありましたね。なんか、あの、はい、絵本の話みたいだったみたいな話をしてる。あのそういえばこれ本当は最初、そうでした。オリジンのゼロをの話って、あのロバートが話してる話って絵本にする予定だったんですよね、うん、そうです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 。でプランがあったんですよね。そう、うん、でその絵本をジン君と、ポンさんで作るぐらいの勢いで話してましたよ、うん、だから元からその割と絵本っぽいお話、うん、まあ冒頭からそうですけど最後のとこまではなんかそういう口差しはあの伝わったんだなと思って、今なんかちょっと言いました、うん、なるほど、うん、グーバっぽい話として捉えることですかね。そうですね、うん、はい、だ SF っていうよりはファンタジーよりだったなっていうのは、うんうん、あのそうですね、伝わったんだなと思います。はい、じゃあ、マイカさんスライドを。ああ、情報だ。はい、情報です。アカメルさんのオープニング主題歌 Into the Blues は現在好評配信中でございます。皆さん聞いていただけてるかと思いますが、ぜひ楽しんでいただければと思います。そしてエンディングアルバム上巻は今発売中ですが、下巻がいよいよ来週、6月24日に発売になります。ソングリスナーズサイドハロー。7話から12話の7曲収録というのがずっとぼかされていたんですが、要するに、13話にかかった、オープニングのモダンバージョン、イントゥザブルースのミューが歌っているバージョンが、ブラインドされてたわけですね。ずっと隠していたのがそれだったというのが分かっていただけたかなと思いますが。それももちろん入った7曲入りです。こちらも、発売。お楽しみにしていただければと思います。そして続いて、ブルーレイボックス2巻構成、ボックス1が7月29日、ボックス2が、8月26日にそれぞれ発売になります。先ほどちらっとお話しさせていただきましたが、ボンボさんのデザインワーク集とかアニメの設定資料集がボックスには、それぞれついてますので、本編中ではあまり明らかにならなかった設定なんかも見ていただけるかなと思います。そして、グッズも通販で購入できますので、ぜひ楽しんで、そちらもチェックをしてください。これは公式サイトからも飛べるようになってるはずなので、公式ツイッター等々と合わせてチェックしていただければと思います。あ、オンディアン、今日皆さんが来ているのはオンディマンド T シャツサイト TOD さんの、この全員集合のやつですね。で、そんなオフィシャルグッズが、集まったポップアップショップが、ポップアップストアが、7月10日から、エンタバ渋谷by新生堂さん、エンタバ秋葉by新生堂さん、ワンダーグーつくば店でそれぞれ開催されます。EC サイトで、新生堂ワンダーグー楽天市場店というのがありますので、会場来れないという方も、なんだ、ネット上でご購入いただけるかなと。プラス、もちろん、行っていただく、お出かけしていただける方は、手洗い、うがい、とっと、こういうご時世なので、ウイルスに気をつけつつ遊びに来ていただければより良いかなと。それで、ポップアップストア購入特典として5000円以上購入の方に、高橋理さんが出演、理さんが出演する、オンライントークイベントプロジェクトリスナーズフェスティバルというのが8月30日に、配信予定になっております。そちらのチケット、あ、そちらのと特典が、そちらにご招待の特典がつくということなので、合わせてチェックしていただければと思います。はい。そんな感じでお送りしてきました。2時間半。うん、長い長い。うん、まあまあ、本編の方が全然長いわけですが、皆さんどうもお疲れ様でしたという感じで、ざっと振り返ってみました。一応彼らの旅は終わりましたが、うん、皆さんの声があれば2期もあるのかなという感じで、頑張りたいかなと。思っております。最後に一言ずつコメントを言って終わりにしましょうか。そうですかね。じゃあ橋本さんから。
あ、この作品はなんかこう、ロックのアニメを作るっていうことじゃなかったな。アニメでいかにロックをするかとか、なんかそういう実験だったというふうに思ってます。なので、こう、なんていうんですかね、歌って、こう、ファクトで意味は一個にならないじゃないですか。まあ、いろんな意味の断片っていうのをこう集積して、で、パフォーマンスがあって、でもその歌をどう受け取るかっていうのはやっぱお客さんに委ねられているところがやっぱ歌というものっていうかロックというか音楽にはあると思うんですが、うん、なんとなくそういうことをアニメでやってみようっていう風なところに最終的には行き着いたのかなと思ってて、なんかすごく普通だったらやれないようなことをちょっとやれたなというのはあって、そこは非常に、スタッフの皆様含め感謝しておりますというか、ここにいてお礼申し上げたいというふうに思っております。うん、あと、最後の最後までみんな付き合ってくれてありがとう。はい。そんな感じです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、トモさんですかね。僕が、なんか結構でも、ツイッターとかでもいろいろと、うん、なんかちょっと最後の絵とか、なんかね、メッセージみたいなやつ、ちょっとおこがましくもやらせてもらったりしたんですけど、うん、なんかまあ、すごいこう、このアニメすごいタイムリーだなと思って、うん、なんかこう、まあね、いろいろブレグジットとか、ね、うん、まあそれこそ人種でね、あったりとか、うん、結構すごいタイムリーだなと思いながらやっぱ見てて、うん、なんか、リアルタイムでこう、この作品に関わっていく中で、やっぱすごいそういう、ね、思い込みだとか差別だとか、そういうの、やっぱ自分もしてたし、やっぱそういうものが、こう、はびこり続けると、結構大変だなと思っちゃって、うん、まあそういうのって、やっぱりね、なんか自分の中で、ちょっと、ね、相手のことを考えてあげるとか、そういうことで、ちょっとずつ変わっていくような気がするんですよね。なんかそういうことにすごい気づかせてもらった、うん、すごいいいアニメだったなと思って、最初はすごい号泣したんですけど、とても勉強させていただきました。なんか、うん、なんかそんな感じです。はい、ありがとうございます。じゃあ監督。はい、そうですね。リスナーズ、テーマはロックをテーマとしつつも、でしょうね、こうロックが生まれる根幹がどこにあるのか、それってこうもうロックや歌にとどまらなくて、人に何かを伝えるとき、伝える気持ちがどこから出てくるのかとか、そんなことが描けたらいいなと思って、こうまあ、最終話まで作っていく中で、そういうことが描けたら よかったんだなと思って作ってました。で、それが、うん、こう作ってしまうと、作品として作ってしまうと、じゃあ作ってる自分がどれだけそれに見合う実際ことが個人としてできている人間なのかっていうところも問われてきちゃう感じがして、うん、作った作品に負けない形で今後もなんかいろいろと、やっていければいいかなと、そんな風に思ってます。なので、はい、今回の作品に参加できてとてもそこは嬉しく思ってます。見てくれた人もありがとうございますって、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、うん、はい、じゃあ第3、はい、なんかね、最初のスタートからもう部室に集まってた世代超えた人たちがぐじゃぐじゃ話してて、現実になるかならないか分かんない妄想をしているってところから、ここまで形になって皆さんに届けることができてよかったなっていうのがまず1点あるのと、あとそのこっから先ってもう僕らのものじゃなくて、もうみんなのものになっていて、でそれが今後いつ刺さるか分かんないんで、
こうどんなロックのアルバムもね、買った時ね、最悪だなって思ってた最高だなって思ってて買ってたやつが5年後とか2年後でもいいね、1ヶ月後でもいいかもしれないですけど、聞き直したらね、全然違うとかね、あと、うん、レコヤで視聴してる時は最高と思って買ってきて帰って自分家で聞いたらうんってなったりする時もあれば、なんかお家持って帰ってきて続けて聞いたらもうこれすげえアルバムなんじゃねみたいなになったりすると思うんで、今後あのなんて言うんでしょうね、意外と僕12話まで見終わったらこれ続けて見るやつだなとか思ったりとか、うん、はいはいはい、思います、ね、あの一気に見るともっと意味が変わってくるなとか、うん、あとこっちの気分によってはこれ今こういう状況だからっていう、さっきの本さんの話じゃないですけどすごく感じるとこと、あともしこういう状況じゃない場合にもう一回あれを引っ張り出して聞いた時には、聞くって言っちゃいますけど、聞いた時には違う響き方したりとか、なんかあその行為自体がもうロックをとか音楽を聞くってことに、ある種の一サイクル目が終わったってあのジミに言ってもらいましたけど、多分こっからのサイクルはむしろ皆さん含めてリスナーズに委ねられてるんだなっていうのを改めて感じたんで、ここから先のことも含めてよろしくお願いしますと、うん、あとここまで毎週付き合ってくれた皆さんには本当に感謝しかないですね。あとスタッフに関してはもう本当にもう本当無理難題と、あとこんなところに関わってどういうつもりなんだみたいなのを逆にあのスタッフからも出来上がったもので感じたので、うん、とても嬉しく思っております。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、じゃあラスト、ジンさん。はい。いや、もうだいぶ、今日もうお話でもさせていただいたしっていうのもありますのと、うん、やっぱりなんでしょう、なんか、まあ、この生放送に関してなんですけども、なんか、あんまり俺なんか人前とかで喋るのあんま得意じゃなくて、うんうん、あんまりなんか嫌だなみたいな感じはあったんですけど思うと寂しいなみたいな感じはなのでなんか、まあ、そうですね、なんかいやなんかやはりなんでしょうね、まあ、特にそして放送中も俺そんなになんか喋ることないなみたいな瞬間も結構多かったんですけど、そういうのっていうのはやっぱりなんか作品になんか込めた意味っていうのがやっぱりいろいろあって、なんかあんまりその俺は作品のことについてあんまり語るのが得意じゃないんだろうなっていうのも自分には結構あの感じたりするっていうのがあるんですけれども、うん、あの、まあ、先ほどなんか大さんとおっしゃってくださったんですけれども、やっぱいろんなことを考えながらあのいろいろな思いを込めているし、音楽だったり、まあ、歌詞一編撮ってみてもすごい面白いことを、まあ、よりなんでしょう、ふさわしいことをみたいな感じで考えて入れているので、まあ、なんとかいただけたら嬉しいなっていうのは、うん、また違う聞こえ方もしてくるんじゃないかなとか、まあ、そこさっきの話を音を切り刻んで逆再生してるみたいなやつとかも、多分パーッと聞いたら気づかないことが多分その役割をきっと果たしてくれてるというか、うん、なんか面白さとしてなんかあるんじゃないかなと思うので、あのまあまああの忙しい世の中というかね、あのいろんなことやらなくちゃいけない世の中だとは思うんですけれども、まあ、何時間かでもう一回トータル中心は見直せると思うんで、うん、あのぜひぜひ何度も見ていただきたいなっていうのはありますね、いろんな環境で。あとはやっぱり何でしょう、あんまりやっぱ終わった感はないなというか、うんうん、あの、何でしょう、答え、まあ、それこそ一つ目のサイクルが終わったなっていう感覚があって、なんか自分もリスナーの12話見ながらだったんですけど、うん、なんか割と何でしょう、なんかまだまだ、何でしょう、教えてもらってないことというか、うん、あの世界のここの外側はないのかとか、うん、あのなんかそのいろんな、何でしょうね、我々が話したこともなんかまだ成熟してないような、うん、あの本当に外側の世界のところとかっていうのはきっとあるだろうなとは思うので、うん、何かの機会にまたあのメンバーで集まってやりたいなっていうのは若干いながら思うところでして、あの皆さんぜひ今後、うん、あの出るブルーレイディスクを買って人に勧めてください。
そしたら、あの、2期も可能性が上がる、ね。2期もあるぞ相手に。まあ、という、そんな感じですかね。本当に。まあ、なので、また、あの、こうやってお話しする機会もきっとあるでしょうということで、うん、あの、あんまり語りすぎずっていう感じではあるんですけど、まず、あ、その時にちょっと、までに腕を磨いておこうと思います、ね。なるほど。はい。ようやくでも、俺は心をないで、12話見れます、ね。ようやく見れるなって感じがしますね。はい。じゃあ、さっき、やったんですかね。え、僕はないよ。最後、皆さんのことだと思いながら、俺は。いや、どうも。皆さん。お前、乱になったもんに。いえいえ、とんでもない。いや、あの、すごい楽しく、制作中も楽しかったし、まあ、大変は大変ですけど、基本的には、あの、楽しくやれたし、出来上がったものも、反応含めて、すごく楽しく拝見していたので、あの、どういうことですかね。本当に、あの、多分、仁さんが最終話でこだわってたところが、その、作品をどうやって開いていくかっていうところ、閉じないような作品に、これを見て完結して、あ、なんかいい話だったね、終わりじゃないものにしたいっていうのは、多分、お客さんにも伝わってたっぽいので、伝わってるんだなっていうのは感じ取れたので、あの、そういう意味では大変、どうやった、あの、楽しくできたかなと。し、あの、今度は僕らが、自分次の仕事で結果を出していくっていうところが重要になる作品だなと思いました。あの、お客さんも付き合っていただいてありがとうございました。なんか毎週見てくださる方もいたこの生配信なので、うん、ね、あの、全然女っ気のないこのコンプライアンス的に半分女がいないとダメなんじゃないのと思ったりしますけど男臭いいい配信に付き合ってくださった皆さんもうにも感謝をしつつ、また何かの機会にお会いできればと思っております。そんな感じで。みんなこれから別の作品を当然やっていくと思うんで、それちょっと注目してほしいなっていうふうには思いますね。うんはい、そうですね。ね、ポンモさんはもう次の作品発表になりましたしね、アニメね。うん、バリバリやってますしね、うん。はい、そんな感じで。はい。また、どこかで。お会いすることを楽しみにしつつ、ここで一旦終わりたいと思います。では皆さんどうもありがとうございました。うん、ありがとうございました。本当にありがとう。本当にありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。